ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、昔にタイムスリップできるとしたら、どの時代に行きたい？いろいろな古代文明の栄えた時代や土地なんかを訪れて素晴らしい技術を学びたいぜ。さすが、魔理沙は勤勉だわ。今でもそういう技術とかって見つかっているのかしら？もちろん、古代の技術をはじめとして、私たちに新たな視点を与えてくれる発見が次々とされているぜ。なんだか面白そうね。そういうのもっと知りたいわ。よし、じゃあ今回は考古学者も驚愕した考古学的発見を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、世界最高、約8000年前から人類は遺体にミイラ処理していた。1960年代に、ポルトガル南部にアルサド渓谷でおよそ8000年前の人骨が見つかったんだ。それらの写真を分析したところ、なんとその人骨はミイラ処理を受けていることがわかったんだぜ。この分析が正しければ、人による処理を受けた世界最古のミイラが見つかったことになるな。私としては、ミイラといえばエジプトのピラミッドって感じだけど、ポルトガルにもあったのね。実はミイラは世界中にあるんだぜ。特に南米のアンデス地方では死者をミイラにする風習が根付いているし、日本や中国における即身仏だって一種のミイラだ。ふむふむ。そう考えると、ミイラって意外と身近なんだわ。そんな世界中にあるミイラの中でも今まで最古とされてきたのが、チリ北部のアタカマ砂漠から出土したものだ。このミイラはかつて現地に栄えたチンチョーロ文化によるもので、7000年ほど前の遺体とされるぞ。こっちも南米なのね。てっきり古代エジプトのミイラかと思っていたわ。確かに2019年時点では、世界最古のミイラは、古代エジプトにおける5300年ほど前のものとされていたんだ。しかし、ここ数年で調査が進んで最古の記録が更新され続けたってわけだな。コロナ禍だろうと歩みを止めなかった考古学者の皆さんには頭が上がらないわね。それぞれのミイラが埋葬された文化について、もっと詳しく知りたいわ。同じミイラとは言っても、土地が違えば当然そこで栄えた文化も違うんだ。例えば、古代エジプトではファラオなどといった貴族が主にミイラにされていたのに対し、チリのチンチョーロ文化では全ての人を平等にミイラとして埋葬していたぜ。チンチョーロ文化、なんだか平和でいいわね。チンチョーロ文化は狩猟や採集、漁業が主であり、数千年にわたって自然と共に成長してきた文化なんだよな。特に、チンチョーロの民族の食料源の9割が海から取れていたのが特徴的だ。それぞれの文化の背景を知ると、面白くなってくるわ。それで、新たに世界最高を記録したポルトガルのミイラの背景はどんなものなのかしら？まず、佐渡渓谷で1958年から1964年にかけ、100体以上もの遺骨が発見されていたんだぜ。しかし残念なことに、この時の調査に関わる写真や遺跡の図面などといった、貴重な資料の大半がなくなってしまったんだよな。8000年も前の文化が分かったら貴重な発見になっていたのに、もったいないわ。ただ、リスボンの考古学者であるジョアン・ルイス・カルドーゾが、とあるフィルムを発見すると、事態は好転するぞ。カルドーゾが見つけたフィルムには、1960年代に見つかった、13体の遺骨を写したものが含まれていたんだ。ほう、待っていればいいこともあるのね。そこから高度なシミュレーション技術を使ったミイラの分析がスタートしたぜ。いくら科学技術が進んだとはいえ、写真だけを使ってミイラを分析するなんてできるのかしら？遺体が自然に腐敗するプロセスを応用するんだ。遺体の姿勢や柔らかい組織、関節の状態を観察することで、ミイラが自然腐敗によるものなのか、人による処理を受けたものなのか見分けられるそうだぜ。理にかなってはいそうだけど、なんだか難しそう。それじゃあ例として、肉付きの良い遺体を紐で棒に固定した場合のシミュレーションを紹介するぞ。この処理を受けた遺体の時間の経過を見ていくと、紐の締め付けなどによって遺体の体積が減り、骨がだんだんと曲がっていっているんだ。この遺体の曲がりようは、自然による変化だけじゃ説明がつかないってことね。ああ、他にも骨の周りの堆積物や、膝を折り曲げたミイラの姿勢などが、自然腐敗では説明のつかない特徴だったぜ。こういったシミュレーションから、写真のミイラは人の手によって処理されたものだと結論付けられたな。なかなかロマンのある調査結果だったわ。ただ、研究者たちの意欲は止まらないぞ。彼らは本当はもっと古い時代からミイラの処理は行われてきたのではないか、と考えているんだ。ここ数年で3000年近くも最古の記録が更新されてきたわけだし、可能性は十分にありそうね。楽しみだわ。でもやっぱり私が一番ロマンを感じちゃうのは、古代エジプトだわ。せっかくだから、次は霊夢が気になる古代エジプトの遺跡について迫っていくぞ。わーい、楽しみね。2、2000年前の鮮やかな色彩がそのまま保存された古代エジプトの天井画を発見。
エジプトナイル川西岸のエスナという町にあるクヌム神殿で、近年になって色鮮やかなレリーフや壁画が発見されたんだ。古代エジプトの遺物が色落ちしない状態で残っているのは、とてもすごいことなんだぜ。古代エジプトといえば、やっぱりそういうきらびやかな装飾が魅力的だわ。それにしても、どうやってそんな綺麗な状態が保たれていたのかしら？一見すると厄介なホコリやススが、およそ2000年間も神殿のレリーフや、壁画を覆っていたことで、色鮮やかさが保たれていたそうなんだ。そういうことだったのね。クヌム神殿についてもっと詳しく聞きたいわ。クヌム神殿の歴史は、紀元前305年から紀元前30年のプトレマイオス時代にまで遡るぜ。神殿には王子の頭を持つ古代エジプトの創造神クヌムが祀られているんだ。クヌムを信仰した人々によれば、クヌムだけが創造神であり、彼が粘土から他の神々や人間などを作り出したそうだな。古代エジプトの神々の中でも、クヌムはかなりの信仰を受けていたことがわかるわね。そんな神殿の作りはどんな感じになっているのかしら？残念なことに、クヌム神殿はほとんどがなくなってしまっているんだ。残っている部分は紀元後のローマ帝国時代に建設されたものだぜ。そして現在見ることのできるのは神殿の前方にあたり、長さ37メートル、幅20メートル、高さ15メートルといったところだな。そうだったのね。でも、そんな中でも生き残った天井画はかなり貴重だわ。ドイツ、テュービンゲン大学のクリスチャン・ライツ教授によれば、クヌム神殿の入り口にある天井画には、ハゲタカの女神、ネクベトとヘビの女神、ウアジェトが描かれているぜ。共に羽を広げた鳥という状態で描かれていたが、その頭部だけがハゲタカとヘビで描き分けられていたんだ。ふーん、なんだか不思議なデザインね。しかもネクベトとウアジェトの画像は計46枚にもなるぞ。古代エジプトのテキストによれば、ネクベトは神エジプトを、ウアジェトは下エジプトを守っていた守護神だったんだよな。エジプトが分かれていたのは意外だったわ。初期の古代エジプトでは、いくつもの都市国家が乱立していたと言われるんだ。それらが最初にまとまったのが神エジプトと下エジプトの二つってわけだな。で、その二つの国家がさらにまとまるってこと？ああ。紀元前3150年頃になると、神エジプトのナルメル王が上下エジプトを統一するんだぜ。そうなると、それぞれの国家を守っていたネクベトとウアジェトの扱いは、どうなってしまうのかしら？たとえ上下エジプトが統合されようとも、彼らの存在がなかったことになったり、統合されたりすることはなかったぞ。むしろネクベトは月、ウアジェトは太陽とみなされ、エジプトのファラオの守護神として、それぞれ大切にされるようになったんだ。そういうわけでどっちもクヌム神殿の天井画に描かれて、今まで大切にされてきたのね。そしてフランスの古代エジプト学者であるセルジュ・ソヌロンは、1960年代からクヌム神殿及び当時の絵画をシステマチックに記録してきたぜ。クヌム神殿のレリーフや壁画が世界中から注目を集めることになったのは、ソヌロンの功績によるものと言っても過言ではないな。クヌム神殿の保存状態もそうだけど、やっぱり考古学者の地道な努力あっての発見だったんだわ。それだけじゃなく、ソヌロンの努力を今の時代まで繋いできた考古学者の頑張りもあるぜ。ドイツとエジプトのチームは2018年からクヌム神殿の壁画の調査や、壁画の色の修復作業などに力を注いできたんだ。この調査が続いていけば、古代エジプトの文化についても新たな発見がありそうね。研究チームは今後、神殿の石に刻まれた、文章を解読するプロジェクトも進めているとのことだぜ。それができれば、同じく神殿にあるレリーフや壁画との関連もわかってくるだろう。特に色彩が明らかになっている天井画については注目だわ。天井画のネクベトとウアジェトの色彩については、専門家の間でも知られていないタイプのものらしいからな。研究チームによれば、天井画の記録は半分以上進んでいるとのことで、これからの調査の進展が楽しみだぜ。古代文明って有名ではあるけど、まだまだわからないこともあるあたりにロマンを感じちゃうのよね。他にも面白い文明や遺跡について知りたいわ。よし、じゃあ今度は場所をヨーロッパに移して解説していくぞ。3. 古代ローマのコンクリートにはひび割れを自己修復する機能があったと判明。紀元前753年から紀元前476年にかけて栄えた古代ローマにおいては、極めて丈夫なローマンコンクリートと呼ばれる材料が使われていたぜ。実際、コロッセオに神殿、水道橋といった遺跡が現在も残されていることから、その耐久性のヤバさがわかるよな。当たり前のように受け入れていたけど、紀元前の人工物が今でも残っているって、確かにすごいことだわ。でも、これらの建築物ってただの石じゃなくて、コンクリートからできていたのね。現代のコンクリートの寿命が50から100年ぐらいってことを知れば、より当時の建築技術が気になってくると思うぞ。
アメリカの名門マサチューセッツ工科大学がこのローマンコンクリートに注目し、研究を進めたところ、その驚くべき耐久性の秘訣が明らかになったぜ。何かしら？気になるわ。なんとローマンコンクリートには、自己修復機能を生み出す製造技術が使われていたことが分かったんだ。え？生き物でもないのに自己修復機能？ちょっと何言ってるかわからないわ。わかりづらいと思うので、一つずつ説明していくぞ。まず現代のコンクリートは、石灰石や粘土からなるセメントに、水や砂利などを混ぜて作られるよな。うんうん。するとやがてコンクリートの中に二酸化炭素が入ってしまうんだ。特に鉄筋コンクリートなんかではそのせいで錆が生じてしまい、だんだんと強度が失われるぜ。これに対し、古代ローマの建築では鉄筋が使われていなかったんだよな。確かに、金属がなければ錆びないわ。でも、それだと強度に不安が残っちゃうわよ。そこでローマンコンクリートに用いられていた材料が水や石灰、割れた石、そしてポッツォラーナと呼ばれた火山灰だ。ポッツォラーナはイタリアの港湾都市ポッツォーリで確認された火山灰を指すぜ。隠し味みたいなノリで言ってるけど、火山灰だけでそんなに耐久性がアップするのかしら？火山灰であるポッツォラーナを混ぜることで、石灰だけよりも固まるのが早くなるんだよな。しかも水と化学反応を起こしてコンクリートが固まるので、水にも強いぜ。ふむふむ。化学反応を利用しているのね。この事実に関して、北海道の研究機構で実験が行われたぞ。すると、火山灰を混ぜた鉄筋コンクリートでは、通常のコンクリートに比べ、二酸化炭素が鉄筋に到達するまでの期間が約 1.7 倍、塩分が到達するまでの期間が約 1.2 倍になることが判明したんだ。まさか火山灰にそんな効果があったなんて、ポッツォラーナ、恐るべしだわ。しかしマサチューセッツ工科大学の最新の研究によれば、ローマンコンクリートの耐久性の秘訣は火山灰だけじゃないことが分かったんだ。その鍵がもう一つの材料、石灰にあったんだぜ。石灰にも何か違いがあるのかしら？ローマンコンクリートには、ライムクラストと呼ばれる、ミリ単位の石灰の塊が見られるんだよな。研究チームがこの塊を詳しく分析したところ、ライムクラストは通常の石灰とは違った性質を持っていたことが分かったぞ。ほう、気になるわ。まず、原料の石灰石を高温で加熱すると、生石灰と呼ばれる物質ができるんだ。この生石灰に水やポッツォラーナを加え、超高温で混ぜることで、ライムクラストが形成されるぜ。この製造方法こそが先に紹介した自己修復機能につながっているんだ。どういうことかしら？まず、ライムクラストはこの製造方法でしか作られないんだよな。そして経年劣化なんかでローマンコンクリートにひび割れができると、そのひびはライムクラストの方へ移動するぜ。ふむふむ。そこに水が染み込むと、溶け出したカルシウムが化学反応を起こして硬化することで、亀裂を修復できるんだ。このメカニズムにより、ローマンコンクリートはこれ以上のひび割れを防げるぜ。火山灰の化学反応もすごかったけど、この化学反応も驚きだわ。実際に研究チームがこの手順に従って、ローマンコンクリートを試作してひびを入れたところ、なんと約2週間でひびが治ったんだ。自己修復っててっきり年単位で時間がかかると思っていたけど、まさかものの2週間で治っちゃうなんて。余談だが、ライムクラストのメリットは自己修復機能だけじゃないんだよな。超高温でコンクリートを製造することで、化学反応が促進され、コンクリートが固まるまでの時間がかなり短縮されるという強みもあったんだ。短時間で作れたおかげで、より多くのローマンコンクリートを製造できたってことね。この素晴らしい技術、現代にも活かせたらいいのに。うん。マサチューセッツ工科大学の研究チームは、この発見を現代の建築にも活かすべく、効率的なやり方を研究しているところだぜ。まさか古代から学べる技術があるなんて、びっくりだわ。さて、次はまた方向性の違った面白い遺物を見ていくぞ。4、1400年前の首なし馬の遺骨を発見、すぐそばには騎手も。ドイツ南部のクニットリンゲンという町にある中世の墓地から、1400年ほど前のものと見られる首なし馬の遺骨が発見されたぜ。そのそばには馬の騎手とされる男性の遺骨も埋葬されていたんだ。首なし馬、今度はホラー要素でも入っているのかしら？この話を深掘りしていくと、そんなに怖い話でもないと思えるようになるぜ。まず、この首なし馬と騎手が埋葬されたのは、紀元前476年から750年のメロビング朝の時代とされるな。王クロービスがカトリック教会の支持を得ることで、王国の基礎が作られた時代だ。激動の時代って感じだわ。しかも埋葬された騎手の男性は、メロビング朝の王に仕えるほど位の高い人物であり、農家の世帯主であると同時に、地区のエリートだったと考えられているぞ。騎手の男性、思っていた何倍もすごい方なのね。
そして、騎手は王の命令を受けて作戦に参加していたそうだ。その時の相棒が、まさに一緒に埋葬されていた首なし馬ってことでいいのかしら？そうなるな。それで、肝心の馬の首がなくなっていた理由なんだが、これは埋葬の儀式の一つというのが一つの説だぜ。馬の首を落とすのが儀式？グロくてちょっと理解できないわ。この儀式では、馬は生贄などではなく、騎手が死後の世界でも相場と一緒にいられるよう、手向けられた副葬品として埋葬されたのではないかと言われるぞ。もしかして、騎手が亡くなったタイミングで生きていた馬も殺しちゃったってこと？その通りだ。騎手の親族などが馬の首を落として騎手と一緒に埋葬することで、馬を副葬品としたのだろうな。ちなみに落とされた馬の首は見つかっていないぜ。それでもやっぱり馬がかわいそうだわ。男性のことを思ってなのは優しいと思うけど、実を言うと、その親族などが馬を副葬品としたのは、必ずしも騎手のためを思っての理由だけではないかもしれないんだよな。馬を副葬品とすることで、その騎手を高いくらいの人物として演出することだってできたんだぜ。そうすると、親族たちには何かメリットでもあったのかしら？ああ、亡くなった人が高い地位にあったと埋葬でアピールすることで、その子孫はその高い地位を引き継げるという考え方があったんだ。なるほどね。当時の人々は、生きていくために知恵を振り絞って生きていたんだわ。また、騎手が埋葬されていた墓地からは、同じ時代のものとされる他の遺骨も見つかったぞ。金のブローチと一緒に埋葬された女性の遺骨だったり、剣などといった武器と一緒に埋葬された男性の遺骨だったり。みんな副葬品と一緒に埋葬されているのね。やっぱり、騎手の親族と同じ理由でそうなっているのかしら？ドイツの研究チームは、これからもこの墓地をより詳しく調査する計画を立てているぜ。騎手の遺骨を分析することで、彼の死因や亡くなった時の年齢まで突き止めたいそうだ。他の遺跡と比べれば地味な研究にも思えるけど、考古学の発展にとっては大事よね。そうだな。遺体を一つ一つ調べていくことで、現地の人々の暮らしぶりも明らかになってくると思うぜ。そして何より亡くなった騎手が、あの世でも馬と人生を共にしていることを祈っているわ。確かに、親族たちによる儀式が騎手と馬のためになっていれば一番だな。さて、次は生物の謎にも迫る発見について解説するぜ。5、3億年前の古代魚の化石から世界最古の脳を発見。3億1900年前の古代魚の化石の中から、なんと脳の化石が見つかったんだ。これは背骨を持つ脊椎動物の脳としては、世界最古のものに当たるぞ。さ、3億。気が遠くなりそうだわ。今から3億年前といえば、現在の大陸が分裂する前段階であるパンゲア大陸が形成されたり、爬虫類が現れたりした時代だな。ちなみに恐竜が現れたのは今から2億年前だから、世界最古の脳は恐竜の誕生より1億年ほども古いことになるぜ。恐竜よりも古い歴史を持つなんて、ますます興味が湧いてきたわよ。どんな種類の魚の脳かとかは、わかっているの？これはコッコケファルス・ウィルディーという淡水魚のもので、4億年ほど前に現れた魚類、蒸気類の一種とのことだ。ちなみに蒸気類は、現代の魚類のほとんどが属しているほどメジャーな種類なんだぜ。今の魚って、それぐらい古い歴史を持っていたのね。なんだか急に魚たちにリスペクトが湧いてきたわ。また、アメリカ、ミシガン大学の研究者などが、コッコケファルス、ウィルディーの脳の CT スキャンを行ったところ、現代の魚類の脳にはない構造をしていることがわかったぞ。つまり、まだ進化する前の脳を発見したってわけだ。ほう。これは生命の進化を解き明かす鍵になりそうね。まさにその通りで、この古代魚の脳は現代の蒸気類のものとは異なった特徴を持っていたぜ。通常の蒸気類の脳は、神経管が内側から外側に伸びるようにしてできるのに対し、この古代魚の脳は外側から内側に折りたたまれるようにしてできることが判明したんだ。同じ蒸気類のはずなのに、脳の形成の向きが全然違うってこと？不思議だわ。実はこの古代魚の脳のでき方は、私たちのような哺乳類の脳のでき方と一致しているんだよな。3億年も前の生物なのに現代の私たちと共通する点があるのも、不思議な感じがするぜ。ふむふむ。脳の形成の向きが異なるだけで、何か違いが出てくるのかしら？哺乳類やこの古代魚の脳のでき方の方が、現代の魚類よりも複雑なメカニズムになっているとされているな。その影響で、私たち哺乳類はより高度な学習能力を有することになったんだ。つまり、古代魚のコッコケファルス・ウィルディは、今の魚類よりも高い学習能力を持っていたかもしれないってこと？かつて水中で生活していた私たちの祖先は、進化するにつれて陸上で暮らすことを選んだんだ。こういった祖先の方々は、新しい環境に適応できるぐらいには、脳が発達していったってことだな。
古代魚も同様に脳が発達していた可能性があるぜ。それじゃあ、このコッコケファルス・ウィルディが、陸上で暮らす私たちの祖先って可能性も考えられるのね。詳しいことはまだまだ分かっていないが、もしそうだとしたら、かなり面白い発見になるだろうな。また、この古代魚の脳は左右対称であったり、脳脊髄液によって満たされた空間があったりなど、現代の生物の脳と一致する特徴も有しているんだ。そこは3億年も前から変わらないんだわ。生命って本当にロマンチックね。研究チームは、この発見が魚類における、複雑な脳の進化パターンの本質に迫る手がかりになると捉えているぞ。また、現代の蒸気類が進化したプロセスを解き明かす鍵にもなりうるそうだ。それにしても、脳の化石なんて今まであるようでなかった気がするわ。今回の古代魚の脳はたまたま保存状態が良かったが、脳も柔らかい組織に過ぎず、大半がすぐに腐敗してしまうからな。改めて、これは貴重な発見だったぜ。私も生命の進化の謎を解き明かすために、発掘調査でもしてみようかしら。もし霊夢が何か発見したら、ここで解説してやるぞ。おお、燃えてきたわ。というわけで今回は考古学的発見について解説したぜ。いろいろと勉強になる時間だったわね。そう思ってもらえたなら何よりだな。でも、こういう発見ってこれからもまだまだ更新されるかもしれないわ。ああ、そう思うと、私の学びも尽きないぜ。私もマリサに負けずに知識をつけていくわよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、タイムマシンで昔の地球を見に行きたいと思ったことはない？確かに気になるな。特に最近は、驚くべき考古学的な発見が続いてきたからなおさらだぜ。驚くべき発見？気になるわ。これらの発見からは、昔あった文化も知れて面白いんだよな。じゃあ今回は、学者も驚く、考古学的発見を5つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1.2500年前の王女と、戦士のタブー。1993年、ロシアのシベリアとモンゴルの国境にある、アルタイ山脈地方、ウコク高原の永久凍土から、なんと王女のミイラが発見されたぜ。ウコクの女王や、アイスプリンセスとも呼ばれるな。王女のミイラだなんて、なんだかロマンを感じちゃうわ。そこでは何かしらの文化が栄えていたの？ああ、ミイラが発見された場所は、ロシアの中南部に位置する、アルタイ地方のパジリク古墳群であり、他国との交流が盛んに行われていたことが明らかになっているぞ。例えば、ペルシャ産の毛織物にエジプトの宝飾品、中国産の青銅鏡などといった遺物が発掘されてるな。ふむふむ、結構開放的な地域だったのね。それで、ミイラの女王はどんな見た目だったのかしら？調査によると、王女は25歳前後の若さでこの世を去ってしまったそうなんだ。衣服を身につけたまま永久凍土に閉じ込められ、数千年もそのままだったぜ。おお、さすが極寒の地、シベリアならではの環境ね。そしてわずか25歳で亡くなってしまうなんて、悲しいわ。ミイラに MRI スキャンを行ったところ、王女は乳がんで亡くなったものと見られているな。また、彼女が馬から落ちて骨折をしていた可能性も発覚したそうだ。ほう、科学の力ってすごいのね。そして王女のミイラで最も特徴的だったのが、彼女の体に刻まれたタブーだったぞ。発掘を行った当事者であるロシアの考古学者、ナタリア・ポロマスクによれば、驚異的なレベルのタブーアートとのことだ。ここまで言われると、どんなデザインだったのかとか、気になっちゃうわ。タブーの中でひときわ目を引くのが、くちばしと、ヤギに似た角を持った、伝説の動物、グリフィンを思わせるものだぜ。グリフィンは古来から力強さや気高さの象徴としてヨーロッパで親しまれ、まさに王女の威厳を示すのにもうってつけだっただろうな。かっこいいわね。他には？これ以外には長い尾を持った豹や、翼を持った雪豹など、古代の洗練されたデザインを垣間見ることができるぜ。特に、当時のタブーはまさに、美の象徴だったこともあり、できる限り豪華に見せるのが目標だったからな。やけにデザインが凝っていると思ったら、そんな事情があったのね。また、タブー以外にも王女の体に、アイライナーペンシルの破片が見られたり、腰に化粧品の袋がついていたりと、美容にかなり気を使っていたと思われるぜ。他には、王族の葬儀のみで使われたとされる、中国製のシルクも身につけていたそうだ。彼女はかなり高い地位にいたものと考えられるぜ。そりゃあ、一国を担う王女ですもの。そうそう、言い忘れていたが、発見されたのは王女のミイラだけじゃなかったんだよな。6頭の馬と、2名の戦士も一緒に見つかったんだ。彼らは王女と一緒に埋葬されたものと考えられているぞ。戦士ってことは、王女の護衛のようなものかしら？そういったところだろう。
さっきの装飾品なんかの話と合わせると、ウコクの女王って、亡くなる時まで、かなり大事に扱われてきたのね。ただ王女自身は死の間際まで、かなり苦しんでいたんじゃないかと考えられているぜ。彼女の墓からは様々な装飾品と一緒に、摂取することで痛みを和らげるための、葉っぱが発見されたんだ。乳がんで亡くなったとは言ってたけど、そこまでしないときつかったなんて。ああ。しかも2500年前なんて、医療も今ほど発達していないだろうから、想像を絶する苦しみだっただろうな。そして考古学者が王女のミイラの調査を進めていったところ、もう一つ新たな発見があったんだ。何かしら？それが、ウコクの女王はスキタイ人だったのではないかというものだぜ。まず、考古学者は彼女の体に刻まれた動物のタトゥーのスタイルから、王女がスキタイの遺産であると考えたぞ。初めて聞くワードだけど、スキタイ人って、どんな人たちだったの？スキタイ人とは、紀元前800年から200年頃にユーラシアの草原地帯で繁栄していた、遊牧騎馬民族の総称を指すぜ。遊牧という言葉から想像できるかもしれないが、馬に乗っての移動を繰り返し、定住せずにテントで暮らした人たちだ。なるほどね。さっき、王女に馬から落ちて骨折した跡があった。って説明があったけど、彼女がスキタイ人で馬での移動をしていたとしたら説明がつくわ。そうだな。スキタイ人の文化においては、移動手段として、また時には、戦闘のパートナーとして馬が重要視されており、馬の飼い主の葬式においては、その馬も一緒に埋葬されるぐらいなんだ。ふむふむ。また、もう一つスキタイ人に特徴的なのが、タトゥーや装飾品といったおしゃれの意識だな。特に、タトゥーに関しては空想上の動物のデザインが人気で、ウコクの女王の場合についても、伝説の動物、グリフィンに似たものだったり、翼の生えた雪狼など、当てはまる点が多いぜ。びっくりするほど共通点が多いわ。次にロシアの研究チームが、ウコクの女王を DNA レベルで調査したぞ。すると、彼女が紀元前600年から200年の間に栄えた、スキタイの文明、バジリク文化の遊牧民である可能性が高いとわかったんだ。最初にちらっと登場していたパジリクの文化も、スキタイ文化の一種だったのね。さて、そんな王女のミイラはしばらくは、ロシア、ノボシビルスクの考古学研究所に置かれていたが、2012年にアルタイ共和国のアノーヒン博物館へ戻されたんだよな。ただ、研究は続いているとのことだぜ。ほう、王女が亡くなった地で、安らかに眠り続けられることを祈りたいわ。次のパートではスキタイ人に関わる発見について、興味深いものがあるので、そちらを見ていくぞ。スキタイ人のお話が続くのね。気になるわ。2. スキタイの戦士。2019年末、ロシア西部にて、スキタイ人のものとみられる、2名の女性の遺骨が見つかったぞ。ウコクの女王の時と同じく、2500年ほど前のものであり、バグやナイフといった武器と一緒に埋葬されていたことから、彼女らは騎馬戦士だったと推測されたぜ。そして、これは画期的な発見だったんだよな。画期的な発見ってどういうことかしら？実は、女性の戦士は、長年にわたって伝説の存在と考えられており、この発見が、まさに今までの常識を覆すものになったんだ。今までは空想上の存在とされていたものが本当は実在した、ってわかったら、そりゃあ、大騒ぎになりそうよね。発見された女性戦士は武装された状態で埋葬されており、彼女らに向けては、男性戦士と同じような埋葬儀礼が行われていたそうだぜ。そしてこの衝撃的な発見を受け、別の研究チームが1988年に発見されていたスキタイ人の遺骨を調査したんだ。調査結果はどうだったのかしら？当初、このスキタイ人には女性と関連付けられる副葬品がなかったことから、男性の遺骨と考えられていたんだよな。ところが遺骨を DNA 解析したところ、これは13歳の少女のものであることが判明したぜ。13歳って、まだ今でいう中学生ぐらいの年齢じゃない。また、彼女の遺骨と一緒に埋葬されていた武器を科学的に分析したところ、13歳の少女の遺骨は、紀元前700年から500年頃に埋葬されていたことが明らかになったぞ。つまり何百年と続いたスキタイ文化の中でも、初期の戦士の遺骨ってことだな。女性、しかも子供が戦闘に参加するなんて現実だと想像がつかないわ。ただ意外なことにスキタイ人女性の3分の1ほどが体に戦闘による傷を負っており、武器と一緒に埋葬されているんだぜ。どういった理由で、女性も戦闘に駆り出されていたのかしら？スキタイ人には、少人数の部族で暮らす習慣があったそうだ。そのため全員で役割を分担せざるを得ず、女性も戦闘や狩りに従事する必要があったということだな。なるほどね。今まで、遊牧なんてのんきでいいわーって、
憧れたことがあったけど、少人数ごとで動くとなると、それはそれで大変なのね。さて、スキタイ人についての話が一通り終わったところで、次はまたミイラの発見について迫っていくぞ。3. ペルーの縛られたミイラ。2021年11月、南米にあるペルーのカハマルキージャ遺跡から、800年から1200年ほど前のミイラが発掘されたぜ。縄で縛られ、両手で顔を覆っていたその異様な見た目から、前例のない発見として、全世界に報じられ有名になったぞ。ミイラ自体は世界各地で見つかっているけど、そんな悲痛そうな見た目のミイラは、確かに見たことも聞いたこともなかったわ。どんな事情があったのかしら？当時、研究者によれば、これはアンデス山脈の高地の住民のミイラであり、当時の埋葬儀式の一環だろう、と推測されていたな。ただ、ペルーでは考古学的な調査に対する政府の援助が少なかったこともあり、発見からしばらく経っても、詳しい調査がされないままだったぜ。なかなか見ない姿勢のミイラだし、真相が気になるのに。あとミイラについてわかるのが、海洋軟体動物やラマの骨が見つかったことから、個人に対して、そういったお供え物がされていたという事実だな。死後も大事にされてきたってことね。発見された状況から推測できるのが、このミイラは地位の高い重要人物だったのではないか？という点だぞ。有能な商人だったのではないか、という説も出ているくらいだ。重要人物だとしたら、なおさら詳細が知りたいところだわ。ああ、研究チームもミイラの年代測定のみならず、人物像についても、詳しく調査していきたい、とのことだったぜ。そこで調査の協力に名乗りを上げたのが、我が日本のテレ東だ。お、これは展開が進みそうね。この調査は番組で取り上げられることになり、ミイラが保管されているサンマルコス国立大学で、早速 X 線を用いた調査がスタートしたぜ。ドキドキ。この調査で、ミイラの頭蓋骨の形状から山岳地帯の人のものであること、そして、死亡推定年齢が30代から40代の男性という点まで明らかになったぞ。あれ？ミイラが見つかったのって、カハマルキージャ遺跡だったっけ？ああ。カハマルキージャは山岳地帯と海岸の都市部をつなぐ、交易ルートに沿った場所に位置していたんだぜ。つまりその男性は、生まれ育った場所とは違う場所に埋葬されたってことだな。なるほどね。さて、話を戻すぞ。ミイラについてさらに、前歯がなく、額の骨にはヒビが入っているという事実が明らかになったんだ。それじゃあ、この人は頭を何かで殴られて亡くなったってこと？つまり、このミイラに関しては、生贄や何かの争いで殴られ死亡した可能性が高いってことだぜ。番組では、あの周辺でより多くのミイラを発見して、一つ一つ調べていけば、もっと深い意味がわかるのでは、との声も上がったそうだ。当初の推測とは違って、身分の偉い人とかじゃなかった、ってことなのね。そして、この番組の中継からわずか1週間後、同じ遺跡から、生贄と思われる子供のミイラが発見されたぜ。それも6体も、生贄とおぼしきミイラが、同じ場所からいくつも見つかったってことは、これをきっかけに、現地の風習の解明なんかも進んでいきそうだわ。このニュースが世界に報じられるよりも前に、テレ東の番組は、責任者のジェミラ博士から緊急連絡を受け、いち早く発見現場を独占取材できたとのことだ。まさか、テレ東がこんなすごいことに関わっていたなんて。ジェミラ博士は、何らかの儀式で、生贄が集団でこの辺りに埋められたのかもしれない、と語ったぜ。実は過去にもペルー国内で、数百体の生贄が同じ場所から見つかったことがあったんだよな。そして今回のミイラも、その一人であった可能性が高くなったぞ。数百体の生贄なんて、想像するだけでえぐいわ。怖いけど考古学の発展のためには重要な発見ね。ただし、縄で縛られたミイラはあの一体だけであり、ミイラが見つかるほどに、謎が深まる事態にもなっているぜ。真の理由がわかるのはいつになるのか、非常に気になるな。テレ東さんには、引き続き頑張っていただきたいわ。続報を楽しみにしたいところだぜ。さて、次も同じくペルーの話題だぞ。またまたペルー、次はどんなワクワクする発見が待っているのかしら？ 4. ペルーの血塗られた黄金マスク。1990年代の初め、ペルーで1000年ほど前の墓が発掘され、その中からは、黄金のマスクをつけた頭蓋骨が見つかったぜ。このマスクの一番の特徴が赤い塗装だったんだが、2021年の分析によると、赤い塗装の原料には、人間の血液が含まれているとわかったんだ。ひぃ、これもこれで、衝撃的な発見だわ。ペルー北部沿岸では、750年から1350年頃、士官文化が栄えていたぜ。
空中都市、マチュピチュでも有名なインカ帝国よりも前の話になるな。ほ、歴史は古いのね。インカ帝国はマチュピチュの建築など、高度な文明を有していたことでよく知られているが、士官文化も負けていないぜ。長大な水路の建設や、彫金の技術など、魅力的な点が多い文化だ。そんな士官文化に、独特の埋葬方法なんかがあったのかしら ?1990 年代の初めに、墓と黄金マスクが発掘された際、その男性の頭蓋骨は体から切り離された状態で、霊の赤く塗られた黄金のマスクを装着していたぞ。また男性の近くには、妊婦と助産師のポーズを取った若い女性二人の骨と、子供二人の骨が配置されていたとのことだ。どんな事情があったのかはわからないけど、妊婦や子供たちの遺体って聞くと、胸が痛むわ。ここではひとまず、男性についての話を進めていくぞ。当時、マスクに使われている塗料が新車という、水銀の主要な鉱物であることまではわかっていたぜ。しかし塗料に含まれる有機物の詳細はわからないままだったんだよな。ずっと謎だったことが解決したのって、何がきっかけだったのかしら?この黄金マスクの最大の特徴が、1000年以上経っても、色が残り続けているという点だぜ。そして正体不明の有機物によって、塗料がマスクに定着しているのではないかと考えられたんだ。言われてみれば、1000年経っても色褪せないのってすごいことよね。ああ。この有機物の正体が気になった考古学者たちにより、新たな分析が進められたってわけだな。分析は、どんな感じで進んだのかしら?この分析により、まずは塗料にタンパク質が含まれることが分かったぜ。さらに分析を進めると、血清などのように、人間の血液に含まれる成分が含まれることも明らかにされたんだ。これが、血塗られたマスクと呼ばれるようになったゆえんね。なかなかグロいわ。また、塗料には卵白由来のタンパク質も含まれていたことも分かったぞ。どんな鳥の卵かまでは特定できなかったものの、ノバリ犬という種類の鳥ではないかと言われているな。ノバリ犬。聞いたことのない鳥の名前ね。霊夢が知らないのも無理もないだろう。主に、中南米に生息する大型アヒルのことだからな。大型ともあって、全長は70センチから80センチにもなるんだぞ。野生のものだけではなく家畜化も進んでおり、今では、世界中で入手ができるそうだぜ。ふむふむ。南米に特有の生物ってことはわかったわ。話を塗料の一部、新車に戻すぞ。新車は、地位の高い人物によって使用されたり、儀式にとって重要なアイテムに使われたり、といった使用法が確認されているんだ。かつては不老長寿の霊薬として、中国、インド、ヨーロッパなんかでは飲まれたこともあったくらいだ。あれ、さっき、新車は水銀の主要な鉱物とか言ってたけど、水銀って飲んだら危険なんじゃ。まあ、そこはまだ科学が発達する前の事情として受け止めてくれ。新車は、それくらいに古今東西で支持されていたってことだな。塗料の一つ一つにも、意味が込められているってことなのね。当時の文化では、新車が生命力を表していたと考えられており、人間の血液が、新車と共に塗料として使われていたのは、この意義に則っていると、研究者は語っているぜ。生命力ねえ。言いたいことはわかるけど、それでも、人の血液を使っちゃうのは、まあ、世の中にはいろいろな文化や価値観があるってことで受け入れるしかないだろうな。次も、なかなかに興味深い発見だぜ。5、3000年前にサメに襲われた男。2021年6月末、京大の研究チームによって、岡山県笠岡市のつくも貝塚から発掘された。約3000年前の人骨に残る傷が、サメの襲撃によるものと特定したことが明らかにされたぞ。サメの襲撃事件ね。たまにニュースで聞くことはあるけど、3000年も前のことなんて、想像できないわ。これまでのサメ襲撃事件の最古記録は、カリブ海の北東に位置する、プエルトリコで見つかったとされる、1000年ほど前の人骨だったんだよな。今回の発見は、その記録を2000年以上更新することになるとのことだぜ。そもそも、サメ襲撃事件なんてことについての記録があること自体、面白いわね。いつの時代も、サメは人類の脅威ってことかしら。この人骨の発掘自体は、1919年にされており、右足や左手が欠損していること、骨に無数の傷があることまでは、明らかになっていたんだ。ただ、その理由については長らくわかっていなかったぜ。もう100年ほども前からの謎だったのね。ところで、その人骨が見つかったつくも貝塚がどんな場所なのか気になるわ。つくも貝塚は、縄文時代の終わり頃のものとされる、代表的な遺跡の一つだぞ。そもそも貝塚とは、食べた貝の殻や、動物の骨などを捨てていた場所を指すが、
つくも貝塚についてはこれら以外に、多くの人骨が見つかっているんだよな。この貝塚から、当時の文化を読み解けるってわけね。ああ。特に前歯が何本か抜けた大人の人骨が目立つことから、成人式のような特別な場で、歯を抜く習わしがあったのではないかと言われるぞ。ほう。サメの話とは別に貝塚だけでも、一本の解説ができそうなくらいに興味深い話だわ。そして3000年前には、つくも貝塚のすぐそばまで、瀬戸内海が広がっており、現地の住民がサメに襲われたとしても、おかしくない環境だったんだ。つくも貝塚については分かってきたけど、サメ襲撃事件の最古記録とやらについて、もっと深く知っていきたいわね。つくも貝塚の人骨の傷を、サメによるものなのではと注目したのが、オックスフォード大学で生物考古学を研究している大学院生、アリッサ・ホワイトさんだったぜ。兄弟で縄文、弥生時代の人骨に残された傷を研究していく過程で気づいたそうだ。人骨の傷の研究とは、これまたニッチな。まあ、でもこういう人がいたおかげで、歴史的な発見ができたってことだな。兄弟は東大をはじめとした他大学や、海外の研究所と協力し、研究を進めることになったぜ。思っていたよりも、大掛かりな研究だったのね。そしてこの研究により人骨は、35歳から45歳程度の男性のもので、死亡時期は紀元前1370年から1010年と分かったぞ。また全身には少なくとも、790の傷跡が残されていたとのことだ。おお、壮絶な襲撃事件だったことが伺えるわ。そして同じ部位を複数回噛まれたり、下半身に深い傷があるといった、サメ被害の特徴にも合致する傷跡がいくつか見られたぜ。また左手首には切断面があり、右手側には損傷がなかったことから、男性はサメに対し、左手を使って防御したのかもしれない、と研究チームは結論付けたぞ。そんなことまでわかっちゃうのね。研究チームの本気度を感じるわ。それにしても、サメって出くわしたら死の恐怖を感じちゃうし、できることならお目にかかりたくないものよね。サメを怖がる気持ちもよくわかるぜ。ただ、縄文時代、サメの歯は装飾品として使われることもあったんだぜ。そんな危険を犯してまで手に入れたいものだったの？おそらく、当時の人々はサメを危険な動物とわかっていながらも、こういった危険性による、希少性に価値を見出していたんだろうな。研究チームもそう述べているぜ。それでも、私は自分の命を優先したいわ。というわけで今回は、学者も驚く考古学的発見を5つ解説したぜ。世界各地で見つかったものから、いろいろな文化があることを知れて勉強になったわ。まあ、一部理解がしがたい価値観もあったけど、それも含めて、世界の謎の探求はやめられないんだよな。最初に霊夢が言っていたように、タイムマシンで現地それぞれの、当時の様子を見に行ってみたいものだぜ。でも、タイムマシンで一気に謎がネタバレしちゃったら、それもそれで、つまらないかも。やっぱり、私はマリサの解説で十分だわ。なかなか、プレッシャーになることを言ってくれるじゃないか。私も霊夢の期待に応えられるよう、頑張っていきたいと思うぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ聞いてよマリサ、一年前になくしたと思っていたハンカチが、棚の奥から出てきたの。それは良かったじゃないか。お気に入りのだったから嬉しいわ。これは大発見よ。スケールは違うが、考古学の世界でも常に驚くべき新発見が更新され続けているんだよな。何よそれ、気になるわ。じゃあ今回は考古学者も驚く、考古学的発見を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. ファラオの壮絶な死因。2021年2月、古代エジプト、第17王朝のファラオである、世間エンラー2世が死刑によって亡くなったことが、エジプトの観光、考古省によって明かされたぜ。世間エンラー2世とは、紀元前1600年頃にエジプト南部を支配していたファラオのことだ。ファラオって、世界に数ある謎の中でもひときわロマンを放っているわよね。でも、ファラオが具体的にどんなことをしていたのかとか、ちょっとよくわからないわ。ファラオとは古代エジプトの王であり、政治、宗教ともに最高権力を持つ役職だな。政治では経済や法のトップとなるのみならず、軍の最高司令官を務めることになるし、宗教面では儀式の主催者や神殿の建築者となるんだぜ。ふむふむ。ファラオってただただ神々しい存在だと思っていたけど、古代エジプトを守るため、いろんな責務を負っていたのね。霊夢の言う通り、古代エジプトの人々からしても、ファラオは神のような存在だったんだ。というのも、ファラオは深海と地上を結ぶ仲介者とされており、神と同等の存在とみなされていたぞ。
とにかく、ファラオは古代エジプトを語る上で欠かせない存在ってことだわ。そういうことになるな。さて、今回の主役、セケンエンラー2世についてだが、このファラオは、西アジアを起源とする異民族、ヒクソスと戦うべく、エジプト軍を引っ張っていたんだ。セケンエンラー2世は神であると同時に、勇敢なる戦士でもあったのね。異民族であるヒクソスは、当時の北エジプトを支配し、セケンエンラー率いる第17王朝を南に追いやっていたぜ。そして、第17王朝に対して嫌がらせをすることもあったんだよな。それはセケンエンラーたちからしても屈辱よ。ちなみに嫌がらせって何をしたのかしら？例えば、ヒクソスの王が第17王朝のテイベ神殿で飼われているカバの鳴き声がうるさくて、眠れないので、カバを殺すようにという命令を第17王朝に出したことがあったんだ。そんなの残酷すぎるわ。しかも第17王朝のテイベ神殿は、ヒクソス王が住んでいたエリアからはかなり離れているため、カバの鳴き声が聞こえるなんてことはありえなかったんだぜ。そうだったのね。これはセケンエンラーたちも不満がたまりそうだわ。実際にそうだったみたいだな。ヒクソス王からの嫌がらせに不満の募った、セケンエンラー2世ら第17王朝は、北エジプトを支配していたヒクソスの人々に対し、ついに反乱を起こしたぞ。お、ここから熱い戦いが始まるのね。第17王朝の宮殿の周りにも巨大な壁がそびえ立ち、近くの山からは軍事基地の跡も見つかるなど、セケンエンラー2世たちはかなりこの戦いに力を注いでいたことが伺えるぜ。それで、この戦いの結末はどうなっちゃったのかしら？残念なことに、セケンエンラー2世はこの戦いで亡くなったとされているんだ。1880年代に、武器のようなもので頭部を傷つけられた。セケンエンラー2世のミイラが見つかっているぞ。あらら。ヒクソスの人たちにやられちゃったのかしら？ああ。考古学者たちは、セケンエンラー2世がヒクソスの人たちから攻撃を受けて倒れ、頭にとどめを刺されたか、または眠っていたところをヒクソスの人たちによって、急に攻撃されたものと考えていたな。処刑という説もあったぜ。いろいろな説があったのね。しかし結局2021年、冒頭でも説明したように、セケンエンラー2世の死因は死刑だったことが明らかになったんだがな。実際に、セケンエンラー2世のミイラの手は変形しており、それは後ろ手に縛られていたからなのではないかと考えられているぞ。立派なファラオだったのに、こんな仕打ちを受けるなんて。セケンエンラー2世のミイラは損傷が激しかったものの、そんな中でも CT による撮影技術を駆使した調査により、いろいろなことが分かったぜ。最新技術のおかげで、時を超えて蘇る歴史の真実。まさにロマンだわ。まず、刃物によるものとされる深い切り傷が、ミイラの顔にいくつも見られたんだ。もはや聞いているだけで痛々しくなってきたわよ。いずれも痛々しい傷跡だろうが、中でもセケンエンラー2世の致命傷と見られたのが、何かが頭蓋骨を貫通した跡だ。槍のような武器で頭から刺されたのではと考えられているぜ。本当に壮絶な最後だったのね。ちなみにセケンエンラー2世の処刑に使われたとされる武器は、エジプトの考古学博物館で保存されているものと一致したぞ。このことから、セケンエンラー2世は戦場で捕虜となり、その後処刑式で殺された、と結論付けられたんだ。果たして、今までにここまで悲惨な最後を遂げたファラオなんていたのかしら？今までに見つかっているミイラで、確かに戦闘で傷を負ったファラオの存在は、確認されているんだよな。ただ、戦死にまで至ったファラオのミイラは確認されていないぜ。セケンエンラー2世の死は無念だったけど、それだけ勇敢なファラオだったってことよね。ちなみにセケンエンラー2世の死後、セケンエンラーの妻であったイアフヘテプ1世をトップに、第17王朝はヒクソスとの戦いを続けることになったんだ。そして二人の子であるイアフメス1世が成人し王位に就いた頃、彼らは見事ヒクソスに勝利したぜ。おお、セケンエンラー2世の仇を討ったんだわ。こうしてエジプトは無事に統一されることになったぜ。一見すると神々しい存在であるファラオにも、セケンエンラー2世のような勇敢な者もいたことを知っておいてくれ。今まで知らなかったファラオの一面が知れて、面白かったわね。さて、次はめちゃくちゃ最近になって発見された考古学的発見に迫っていくぞ。2. ルーン文字が刻まれた世界最古の石碑。2023年1月、これまでに確認された中で最も古いとされるルーン石碑が、ノルウェーの墓地で見つかったぜ。この石碑は、ルーン文字というノルウェー最古の文字が、紀元元年から紀元250年の間に刻まれたものになるな。石碑だったら世界中にたくさんあるんでしょうけど、ルーン石碑は何が特別なのかしら？同じくルーン文字の刻まれた石碑は他にも見つかっているんだが、今回見つかったルーン石碑には格子状の線だったり、ジグザグ模様だったり、他には見られないような謎の模様も刻まれていたんだ。
なんか面白そうなデザインの石碑だわ。謎めいた遺物だし、模様にも何か意味が込められているの？ルーン学者であるクリステル・ティルマー氏によれば、すべての模様に言語的な意味があるわけではないそうだぜ。また、ティルマー氏はこの石碑はルーン文字の習得に使われていた可能性もある、とも述べているぞ。てっきり重要なメッセージが込められているのかと思いきや、文字の練習？ちょっと可愛らしいわね。というかルーン文字についてあまりよく知らないから、私もこれを機に詳しくなりたいわ。ルーン文字とは、ヨーロッパのゲルマン人が用いていた古い文字のことだ。ルーン文字はいつできたのかは不明で、やがてラテン文字にとって変わられ、今は使われていないぜ。使われなくなった文字なのね。なんか寂しいわ。ルーン文字は日常的に使われていたが、ラテン文字が普及してからは、ルーン文字は神秘的な文字として認識されるようになったぞ。石碑をはじめとした様々な遺物にルーン文字が刻まれていることから、より特別感が高まるんだろうな。確かに現代の文字に慣れた私たちからしたら、別の世界に引き込まれるような文字よね。ルーン文字は木片などにナイフで刻みつけることで表記されていたことから、木目に紛れないよう、横線を使わず表記するのが特徴なんだぜ。言われてみれば、ルーン文字はどれも縦線と斜め線からしか構成されていないわ。さて、本題のルーン石碑についてだが、これこそがルーン文字の起源に関わっているかもしれないとされているぞ。ルーン文字が謎と神秘に包まれた文字なのはさっき教わったけど、この石碑が謎の解決の鍵になるかもしれないのね。もっと聞きたいわ。ルーン文字が広く使われるようになったきっかけが、もともとルーン文字を使っていたスカンジナビアの人々が、古代ローマの人々と接触したことだと考えられているんだ。それが紀元元年から400年あたりのことだぜ。ふむふむ。こうしてルーン文字はヨーロッパ中に広まっていったんだが、実は紀元500年よりも前のルーン石碑は30個しか見つかっていないんだよな。今回見つかったルーン石碑はさらに古く、最初に説明したように、紀元250年よりも前のものとされているぜ。ほ。それじゃあかなり貴重な発見じゃないの。ルーン学者のティルマー氏は、このルーン石碑の調査を進めることで、ルーン文字の誕生と進化について、新たな発見があるだろうと述べているぞ。今後もこのルーン石碑には注目だぜ。当時の人たちからすればなんてことのない書き込みかもしれないけど、後になって重要な遺物になるかもしれないのね。ちなみに先ほどルーン石碑は文字の習得に使われていたかもしれないと説明したが、はっきりとした意味を示す文字が刻まれている可能性があるのも事実なんだ。それ、めちゃくちゃ気になるわ。その文字列が IDIDERUG というものであり、ルーン文字の中でも原始的なものであるため、その意味は正確には断定できないんだぜ。ただ、イディベラのためにと刻まれている可能性があるとされており、これは墓に埋められた女性の名ではないかとされているぞ。つまり、個人のために彫ったメッセージってことかしら？ああ、もしそうだとしたら、石碑に刻まれた独特の模様にも、個人を思う何かしらの気持ちが込められていたのかもしれないな。そう考えると、改めてルーン石碑にはロマンがあるわね。もっと調査が進んで、このルーン石碑の真相とルーン文字の起源が明らかになる日を楽しみにしているわ。さて、引き続き興味深い考古学の発見について迫っていくぜ。3. トンガ王国を襲った赤い波。南太平洋のオセアニア地方に浮かぶ島々、トンガ王国には、15世紀に赤い波により、大きい岩がたくさん堆積したという伝説があるんだ。そして2021年12月、この伝説の真相に迫る研究成果が学術誌に掲載されたぜ。今って21世紀だから、謎の解明まで実に6世紀もの期間が経っているのね。ロマンがあって興味深いわ。トンガ王国の伝説について研究を行っていたのは、フランスのソルボンヌ大学とイギリスのケンブリッジ大学、そして我が日本の神戸大学の教授らが組んでいたチームだ。彼らはトンガ王国の本島、トンガタプ島にある巨大岩を調査することで、伝説の真相に迫ったぞ。トンガ王国も島国なのよね。ああ、トンガ王国は、実に171もの島からなるんだよな。ただそのうち人が住んでいる島は45ほどで、人口も10万4千人くらいだ。そのうち7割ほどがトンガタプ島に住んでいるぜ。日本も島国だけど、それと比べたらコンパクトな国に感じるわ。その中でもトンガタプ島が人口の中心ってことね。結論から言えば、15世紀に太平洋に隕石が落ち、そのせいで大きな津波が起きたんだ。そのせいで、人の集まるトンガタプ島に壊滅的な被害が生じたぞ。どこであろうと、津波は島国の宿命なんだわ。でも原因が隕石ってのがまた怖いわね。トンガ王国は、紀元前800から750年前の独自の土器が発見されているなど、実に古くからの歴史を持つ国なんだよな。
その後も多くの探検家によりトンガ王国の存在が知れ渡るなど、ここは異なる種族間の交流が盛んに行われていた国だったんだぜ。ほ。今回の大発見を抜きにしても、トンガ王国は考古学的な魅力たっぷりの国だわ。そして14世紀にはトンガ大主張国という名で広い範囲を統治するまでになったぞ。このまま行けば、今ではかなりの大国になっていそうなペースよね。ところが15世紀の間にとある深刻な危機がトンガを襲い、その成長ペースが一気に落ち込んだと言われているんだ。その危機の詳細が今まで謎に包まれていたってわけだな。もしかしなくても、それこそが例の赤い波かしら？紛れもなくその通りだぜ。ここからは、先ほど紹介した研究チームの調査の結果について詳しく解説していくぞ。研究チームはトンガタプ島の巨大岩を調査したんだっけ？そうだな。その巨大岩の正体がサンゴ岩であり、これは例の大津波によってトンガタプ島まで運ばれたとされているぜ。そしてこのサンゴ岩を詳しく分析したところ、15世紀のものと判明したわけだ。これほど大きな岩が運ばれるとなれば、かなり大きな津波だったのね。他にも、津波によるものと見られる堆積物がトンガタプ島の広範囲で発見されたぞ。これとサンゴ岩の調査により、トンガタプ島が15世紀に津波で沈んでしまったことがわかったぜ。改めて津波の恐ろしさを実感するわ。トンガタプ島に起きた15世紀の悲劇が明らかになったところで、次はそんな大津波が起きた原因の解明だな。その真犯人が確か隕石だったのよね。隕石で津波って聞いたことがなかったから、もっとよく教えてほしいわ。まず津波の原因と聞いて真っ先に思い浮かぶのが地震、それから火山といった地質学的な活動によるものだろう。しかしトンガ王国周辺では、大規模な津波を引き起こすような活動の痕跡は認められていないんだ。ふむふむ。ただその代わりに、トンガ王国周辺の海底に大きなクレーターが確認されたぜ。それが例の隕石の証拠ってことね。そしてこのクレーターから隕石が衝突した時の様子をシミュレーションしたところ、最大30メートルもの津波が15世紀のトンガを襲ったことが分かったぞ。さ、30メートル。これは余談だが、地震大国、日本でも、30年以内に高い確率で南海トラフ巨大地震、なるものが起きると予想されているぜ。この災害で予想されている被害が、マグニチュード8から9、20万人以上もの死者、そして最大34メートルにもなる津波なんだ。津波の原因は違えど、15世紀にこれと似たような高さの津波がトンガを襲っていたとしたら、当時の人々はひとたまりもないわよね。しかもこの南海トラフ地震で想定されている被害金額が220兆3000億円と、日本の国家予算を優に超えているんだぜ。確かにこんなことが起きたら、生き残れた国民がいたとしても、経済的に立ち直っていくのはかなり厳しそうだわ。とまあこんな感じで、15世紀に落ちた隕石が、地震をも凌駕する被害をトンガの人々に与えていたってわけだな。ここがトンガの歴史のターニングポイントになってしまったのね。ところで、マリサが冒頭で言っていた赤い波とはどういう意味なのかしら？これは実際に赤い色の津波が出現したという意味ではなく、トンガ語で津波を意味するのが赤い波というワードなんだ。そんな赤い波が現地や周辺地域で伝説として語り継がれるようになったぜ。赤い波ってそういうことだったのね。すっきりしたわ。今回のトンガ王国での発見は、南太平洋地域の考古学的な研究に、大きな影響を与えることが期待されているぞ。今後もトンガ王国周辺の考古学的トピックには注目していきたいよな。同時に、改めて津波の恐ろしさを痛感できる機会にもなったわね。今は15世紀に比べたら建築技術や科学技術なんかも発達し、そして数々の災害から得られた国民の教訓により、災害による被害をまだまだ軽減できる可能性を秘めた時代だ。自分や大切な人の命を守るため、できることはやっていきたいものだぜ。全くその通りだわ。ちなみに現在のトンガ王国は、観光地として人気を集めているぞ。ザトウクジラを間近で見られたり、紀元前から残る遺跡を楽しめたり、あとはビーチでのんびりできたりと、他ではなかなかできない経験のできる国だ。トンガ王国を応援するためにも、ぜひ行ってみたいわね。さて、一通り大自然の脅威について学んだところで、次は人類の凄さを証明する発見について解説していくぜ。4. 最古の人工鉄。2017年、トルコにアルカマン、カレユホック遺跡から世界最古の鉄の塊が発見されたぞ。これは人の手によって作られたもので、紀元前2200年頃のものとされているんだよな。今度はさらに昔の話になるのね。4000年前とか、気が遠くなりそうだわ。従来は、この遺跡で紀元前1300から1200年に栄えたヒッタイト帝国が鉄の製造を始め、鉄を作る技術を独占したとされているんだ。
ヒッタイト帝国ってなんかかっこいい名前だわ。どんな大帝国だったのかしら？ヒッタイト帝国は、紀元前1680年頃にラバルナイチ星がアナトリアという地域を征服したことで誕生した国だぜ。その後も、ヒッタイト帝国は他の大国をも飲み込み、領土を拡大させていったんだ。最終的にはエジプトに次ぐ大国にまで成長したぞ。ものすごい勢いで成長したのね。そんなヒッタイト帝国の成長を支えたのが鉄の製造と言われているんだ。ヒッタイト帝国では製鉄技術が大きく発展したおかげで、立派な武器や農具を作ることができるようになったぜ。ほ。でもそれだと、冒頭の紀元前2200年っていう鉄の塊の説明と整合性取れなくない？そうなんだよな。つまり、今回見つかった紀元前2200年前の鉄の塊は、ヒッタイト帝国のものとは別物ってことになるぞ。鉄の成分を調査してみても、ヒッタイト帝国の鉄と違っていたそうだ。紀元前にヒッタイト帝国みたいな大国があったってだけで、ものすごいロマンなのに、それより千年も昔に栄えていた文明があると思うと夢が広がるわ。その鉄の塊が見つかった地層からは、独自の様式の木造建築の遺物も発掘されたんだよな。つまり、紀元前2200年に鉄を作れるほどの高い技術を持った文明があり、人々が生活を送っていたかもしれないってことだ。ふむふむ。その文明とやらについては、まだまだ謎に包まれているのかしら？そこの研究はまだまだこれからって感じだな。実は鉄の塊が発掘されたカマン、カレユホック遺跡では、日本の機関が発掘調査を1980年代から主導しているんだぜ。今後も日本が研究を続け、考古学の新しい発見につながれば日本人として誇らしいよな。カマン、カレユホック遺跡、これからも注目していきたい遺跡だわ。さて、次は人類の起源にもつながる謎について解説していくぞ。25年前に絶滅した小型人族。2021年11月、南アフリカの遺跡人類のユリカゴから、25万年ほど前のものと見られる人族の頭蓋骨が見つかったんだ。これはすでに絶滅した人族ホモナレビという種のものであり、ホモナレビは極めて小柄とされていたぞ。私たちの偉大なご先祖様のお話だわ。ホモナレビはどれくらい小さかったの？ホモナレビは、大人でも身長が150センチ以下なんだよな。そして今回見つかった頭蓋骨は子供のものであり、なんと握り拳ぐらいの大きさしかなかったぜ。150センチぐらいの人間だったら現代にもいるけど、そんなに小さい頭を持つ子供は聞いたことなかったわ。実はホモナレビそのものの遺骨は、2013年から確認されていたんだよな。それで、今では20人以上ものホモナレビの人々の骨格が再現されているぞ。それなりにしっかり研究されてきた種族だったのね。ホモナレビに限らず、多くの初期人類の遺骨が南アフリカから見つかっているぜ。そういった経緯があり、多くの遺骨が見つかった南アフリカのエリアは、人類のユリカゴと呼ばれているんだ。わかりやすいネーミングで気に入ったわ。ホモナレビは小さな脳を持っていたものの、頭蓋骨の構造は初期の人類に近いことがわかっているんだ。つまりエンジンと人類両方の特徴を持つ種族なんだぜ。ホモナレビは、まさに人類の進化のターニングポイントにいたってことよね。そんなホモナレビだが、今回の発見は新たな考古学的視点を与えてくれたんだよな。それは人族の埋葬文化が、私たちの思っていたよりずっと昔から存在していたということだ。逆に、今までで最古の埋葬っていつぐらいの時代のものなのかしら？従来では、5から10年前が最古の埋葬が行われた年代とされてきたぜ。ホモナレビに埋葬の文化があったとするならば、それは25万年前のものになることになるから、かなり歴史が動く発見になるな。そうなれば、確かに大発見だわ。2021年に見つかったホモナレビの頭蓋骨は、地下30メートルほどの岩壁に安置されていたとのことで、野生動物などが遺骨を運んだ形跡も見られなかったんだ。これにより埋葬の可能性が高いと言われているぞ。でも、それって確か子供の遺骨だったんだっけ？いつの時代であろうと、子供が亡くなるのは特に切ないことよね。今回の頭蓋骨は、4から6歳ぐらいの子のものと推定されているぜ。調査を行った探検家は、岩壁の隙間は非常に狭く、10センチぐらいの箇所も多かった。あるエリアでは腹ばいになって進んだと述べているんだ。現代の人類が足を踏み入れるのには、なかなか難しい場所だったんだわ。だからこそ発見も遅くなっちゃったのね。探検家自身も、洞窟探検に慣れていないとあそこには入れないと言っていたくらいだぞ。ただ、ホモナレビは小柄だったからこそ、あのような狭い場所に埋葬ができたんだろうな。探検家泣かせの場所にある遺骨だったかもしれないけど、誰にも取られないように大切に埋葬してあげたかったっていう、ホモナレビの人たちの思いが伝わってくるわ。
ただ、これが 100% 埋葬によるものという証拠はまだないんだぜ。たまたまこの場所に置かれたって可能性もあるわけよね。ただ、はっきりした証拠が見つかれば、これは人類における埋葬の歴史を大きく変える発見になりそうだ。続報に期待したいぜ。私も楽しみだわ。というわけで今回は、考古学者も驚く考古学的発見について解説したぞ。考古学の発見ってあまり縁のないようにも思えたけど、マリサの解説を聞いて意外と身近で面白いんだって思えたわよ。それならよかったぜ。もしかすると明日にも世紀の大発見がされるかもしれないから、そういうニュースにも常に注目していきたいよな。私もマリサに負けずに知識をつけていきたいわね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。世界中各地で日々、驚くべき発見がなされているんだ。そうなの？意外と知らないだけで生物の分野でも科学の分野でも、それこそ毎年発表されるノーベル賞なんていうのは最たるものだと思うんだぜ。確かにそうね。今回は特に驚くべき世界の考古学的発見ということで、5つほど解説していこうと思うんだぜ。考古学の分野ね。面白そうだわ。ゆっくりしていってね。クレオパトラの墓。まず1つ目はクレオパトラの墓だ。クレオパトラのお墓ってまだ見つかってないの？そうなんだぜ。紀元前69年から紀元前30年頃の古代エジプトの女王で、絶世の美女とも言われているクレオパトラ7世。彼女の墓はまだ見つかっていないんだ。そうだったのね。だが、最近その発見につながるかもしれない発掘がなされたんだぜ。お墓の場所につながるかもしれない発掘って何が見つかったの？全長1300メートルにも及ぶトンネルだ。古代エジプトでそんなに長いトンネルが作れたのね。そのトンネルが見つかったのはエジプト北部にある、タップオシリスマグナ神殿の地下なんだ。この神殿は前からクレオパトラが埋葬されている可能性が高い場所として、注目されてきたところなんだぜ。その神殿はどういう場所なの？エジプト北部のアレクサンドリア沿岸部にある古代遺跡でプトレマイオス朝時代の、紀元前280年から270年頃に建設されたとされているんだ。ふむふむ、エジプト神話の神であるオシリスとその妃イシスを祀るために、クレオパトラの祖先の一人であるプトレマイオス2世が建設を開始した神殿なんだぜ。なるほど、クレオパトラとゆかりのある神殿なのね。それだけじゃないんだ。クレオパトラは生前に女神イシスの生まれ変わりだと言われていて、夫のマルクス・アントニウスも、オシリスが生まれ変わった存在だと言われていたんだぜ。ぴったりじゃない。一応、現在の定説ではマルクス・アントニウスが息を引き取った後、クレオパトラはコブラに腕をかませて後を追うように亡くなっているんだ。ここでクレオパトラは夫と自身の埋葬地を霊の神殿とした可能性が高いと言われているな。自身と夫、そのお墓に生まれ変わりと言われた神を祀る神殿を選ぶというのは、考えとしては自然よね。そういった仮説から発掘が開始され今回の巨大なトンネルの発見に至ったんだぜ。1キロ以上のトンネルなんて何に使ったの？というか、技術的に可能なの？トンネルは地下13メートルの位置にあって、高さは2メートル、全長1305メートルにわたって砂岩を切り出して作られていたんだ。ちゃんと人が立って進める大きさなのね。研究者はこの精巧な作りを幾何学的な奇跡だと言っているんだぜ。やっぱり奇跡的なクオリティではあるのね。残念ながらトンネルが作られた目的や用途は不明なんだぜ。だけど、神殿ではクレオパトラの名前と顔が彫られた硬貨や、彼女が生きた時代に作られた埋葬用の縦穴が発見されているんだ。そう考えるとクレオパトラのお墓も見つかっちゃうかもしれないわ。ただ、この神殿の発掘調査で一つ難しいのは海底調査も行わないといけないことだな。海底？普通に地面を掘ればいいんじゃないの？タップオシリスマグナ神殿が沿岸にあるという話はしたよな。何世紀にもわたって地震の被害を受けて神殿の一部が崩壊し海の中に沈んでしまっているんだ。そうだったの。クレオパトラの墓の第一候補である神殿の発掘調査から今後も何か見つかるかもしれないな。それが彼女の埋葬地かは置いといて、面白い発見が続くことは間違いなさそうだ。トンネルの使い道も気になるし、調査結果の報告が待たれるところだわ。2. ゴールデンボーイ。二つ目はゴールデンボーイだぜ。黄金の、男の子？エジプトのカイロ大学の研究チームが CT で、約2300年前のミイラの内部を撮影したんだ。このミイラは10代半ばの少年のもので、全身が21種類49個の主に金でできたお守りで埋め尽くされていたんだぜ。体の中が金でぎっしりだったってこと？そうなんだ。そこからゴールデンボーイって呼ばれるようになったんだな。ミイラは最近見つかったものなの？ミイラ自体は1916年にエジプト南部の、ナグエルハサイという遺跡で見つかってるんだぜ。
そうなのね。紀元前332年から紀元前30年頃に使われていた墓地から見つかっていて、古代エジプトのプトレマイオス朝時代に生きていた少年だということがわかっているんだ。つまり調査がそこで止まっていたってこと？ああ、今に至るまでカイロの考古博物館で大した調査もされずに保管されていたんだぜ。なるほど。頭部には金メッキを施されたマスクをつけて、胴体は茶色い包帯で覆われていて、体の前面はベージュのリネンで覆われ、その上に乾燥したシダが置かれていたんだ。ここまでは見た目でわかる情報しかほぼ明かされてなかったのね。そこで研究チームがミイラの中身を CT スキャンで調べたんだぜ。体を切り開かなくても中身を調べられるようになったのはすごいことよね。そうだな。中身を守りが詰められていたみたいだけど、それ以外に変なことはないの？ああ。14歳から15歳くらいで全長128センチの少年のミイラは内臓と脳を摘出して、樹脂を注入するというスタンダードな古代エジプトの防腐処理がなされていたんだぜ。なるほど。歯並びもいいし、虫歯や歯周病もなく親知らずも生えてなくて、大きな病気や怪我の跡も見つからなかったんだ。つまり、死因は特定できなかったということだな。めちゃくちゃ健康体なのに亡くなってるのね。少年なはずなのに死因がわからないのは謎よね。それでお守りはどういう感じで詰められていたの？主に金でできたお守りがミイラの体の表面や中から見つかったんだ。全身に装飾されている感じではあるけど、ほとんどは上半身の体内と包帯のひだの間に、縦3列に配置されていたみたいだな。金以外はなんで作られていたの？粘土製の陶器や宝石よりも少し価値が劣る半地石が使われていたんだぜ。ミイラからお守りが見つかることってあり得るの？ゴールデンボーイくらいたくさん見つかることは珍しいけど、遺体にお守りが付けられることはよくあるんだぜ。何の目的で？死者の肉体を保護して、死後の世界で役立てるためだな。古代エジプトにも死後の世界っていう概念はあったのね。そうだな。当時のエジプト人は人が亡くなると、霊体は死後の世界に旅立つと考えられていたんだぜ。そうだったのね。でも、死後の世界には絶対に入れるという保証があるわけではないんだ。死者は冥界で危険な旅をした後に、最後の審判を受けると考えられているんだな。だから親族は愛する人が無事死後の世界に行けるように、お守りに思いを込めて遺体に持たせるんだ。そういう考え方なのね。興味深いわ。例えばだけど、ゴールデンボーイは口の中から黄金の舌が見つかっているんだぜ。金色の舌？これは死後の世界でも言葉が話せるようにという願いが込められているんだ。それから、足元にあったサンダルも冥界でも歩けるようにということで作られたものだな。他にも何か面白いものは見つかった？そうだな、特に興味深いといえば胸に埋め込まれた黄金のスカラベ心臓だな。スカラベってフン転がしよね。それと心臓ってどういうこと？古代エジプトにおいて心臓は人の思考や感情を司る場所なんだ。最後の審判において神アヌビスが持つはかりで生前の罪の重さを測られるんだぜ。そこに黄金のお守りとして埋め込まれているんだな。なるほど。ところで罪が重いとどうなるの？魂を食らうアメミットという幻獣に食べられて二度と転生できなくなってしまうんだ。そうならないように古代エジプトの人はスカラベの心臓を作って個人の胸に備えたんだぜ。スカラベはどういうモチーフなの？古代エジプトにおいてフン転がしは再生復活の象徴とされていたんだ。それに、そのスカラベの心臓には死者の転生を願う文字が刻まれていることが多いな。きちんと次の生に生まれ変われるようにっていう願いを込めているのね。これはゴールデンボーイからも見つかっているんだが、やはりゴールデンボーイのミイラが異常なのは備えられたお守りの多さだ。どうして彼にはたくさんのお守りが埋め込まれていたの？家族や親族から並々ならぬ愛情を注がれていたことの証拠だろうな。とにかくできるだけたくさんのお守りを埋め込むほどに、死後の世界で不便な思いをさせたくないと思っていたのね。3. アーサー王の墓？三つ目はアーサー王の墓？だぜ。どうして疑問形なの？確定情報じゃないからなんだぜ。そうなのね。そもそもなんだけど、アーサー王ってどんな人物なの？ 5.6 世紀頃のイギリス王だぜ。そのアーサー王のお墓とおぼしきものはどこにあったの？イギリス西部の約20カ所で65基の墓が特定されたんだ。そんなに見つかってるなら今までどうして、アーサー王のお墓だっていう話にならなかったのかしら。これまで見逃されてきた理由は非常に単純。同時代にイギリス東部を支配していたアングロサクソン人の豪華な墓と対照的に、とても質素で飾り気がなかったからなんだぜ。王様のお墓なのに？実際のところアーサー王時代のイギリスについてはわからないことも多いし、これをきっかけにいろいろと判明していくかもしれないというところなんだ。そうなのね。アーサー王について知っている人は12世紀にジェフリー・オブ・モンマスが書いた歴史書、ブリタニア列王史によるところが大きいと思うんだぜ。
いわゆるアーサー王物語だな。それはなんとなく聞いたことあるかも。それも含めアーサー王は5世紀後半から6世紀初めにかけてを生きた、ブリトンの王として伝えられているな。ふむふむ、モンマスの著書によればアーサーはブリタニア王ペンドラゴンと、その妃イグレインの子で、イングランド南西部のコーンウォールにあったケンタジェル城で生まれたそうだ。出自ははっきりしてるのね。後にヨーロッパ北部から侵入してきたアングロサクソン人の襲撃を、退けたと言われているんだが、モンマスも史実を元に書いているわけではないんだぜ。そうなの、そういうアーサー王物語の内容は創作ってこと？アーサー王に関する歴史的な記録は断片的にしか残っていないから、今現在有名なアーサー王物語は後世の創作や民間伝承によるものだとされているな。なるほどね。アーサーを導く魔術師マーリンとか円卓の騎士、聖剣エクスカリバーなど、アーサー王にまつわる有名な話は大抵フィクションだぜ。そう言われると確かにザ創作の話だわ。というかむしろ実在するかも怪しくなってこない？そう考える歴史家の人もたくさんいるな。ただ王様かどうかは置いておいて、アーサーという英雄が存在したことは、事実である可能性が高そうなんだぜ。どういうこと？当時のイギリスやアイルランドの王家の間で、アーサーという名前の使用が急増しているんだ。だから同名の王様か架空の英雄かは不明だが、同時代に有名になったことは事実でありそうだ。ということなんだぜ。王様たちの間で名付けに使いたいと思うような理想の人物として実在していた、もしくは伝承されていた可能性があるのね。そういうことだな。ただ一つ謎なのはアーサー王と同じ時代に存在した、イギリス王族たちの墓も見つかってないことだ。アーサー王どころか同時期のお墓も見つかってないの？最初にも言ってたように地味すぎて見つからないってこと？東側に定住しだしたアングロサクソン人の墓は非常に豪華で副葬品も華麗なものが多かった。そういう墓は発掘しても墓だとわかりやすいし、当時の品々もたくさん見つかる。実際に当時のアングロサクソンの支配者の墓は9つ以上見つかっているんだぜ。物がいっぱいあれば調べやすいし見つかる可能性も高いものね。だが、キリスト教が広まっていた西側では明らかに当時の権力者たちの墓が見つからない。石碑や副葬品がない質素な墓であり、他のキリスト教徒と並べて埋葬されていることが原因だと考えられているんだぜ。そもそもお墓が発見されづらい上に、どこが誰のお墓かも判別しにくいのね。それは見つからないわけだわ。これはキリスト教の伝統を重んじるイギリス王家が、豪華な埋葬は異教徒の習慣であるとみなしたからだと言われているな。全く判別する方法はないの？イギリス王家の墓は柵や溝で囲われていたり土の塚で覆われていたり、他の墓にはない特徴が見られるそうだぜ。見分けられないこともなさそうだけど微妙な違いね。そして今回、過去に行われた墓の発掘調査を再検討することにしたんだ。すでに見つかっている中に失われた王家の墓があるかも、と考えたのね。その結果、約20の埋葬地、65基の墓がイギリス王室の墓だろうと特定されたんだぜ。さっき言った、溝とかから判明したの？ああ。囲いの広さが違ったり他の墓とは個人の地位が違うであろう墓が見つかったってことだな。アーサー王とゆかりの深いケンタジェルで見つかった墓もある。それはもしかして、そこでは王族の墓と思われる土の塚で覆われたものが5つ見つかっているから、そのうちの1つがアーサー王の墓かもしれないな。石碑がないのがやっぱり痛いわね。5世紀から7世紀の間にケンタジェルを治めていた誰かのものであることは確実だし、今後の調査次第では本当にアーサー王の墓が見つかるかもな。これは続報が楽しみな調査だわ。4. 謎の串刺し人骨。次は謎の串刺し人骨だ。人骨が串刺しになってるの？どうやったかも気になるけど、どうしてそんなことをしてるかの方が気になるわね。意味がわからないよな。亡くなった人に対して失礼じゃない？それとも何かの儀式なの？串刺しの骨が見つかったのはペルーのチンチャ渓谷というところにある石造りの遺跡なんだ。その約40平方キロメートルの広さがある墓地で、664基の墓を調べたところ、同じように串刺しになった人骨が192本も見つかったんだぜ。パッと見では焼き鳥みたいな感じに見えるけど、いつ頃のものなの？骨と、串に使われている吉野茎から1450年から1650年頃のものであることがわかっているぜ。インカ帝国が崩壊してヨーロッパの植民地支配が強化された時代だな。そこに住んでいた人たちにとっては激動の時代だったのね。そうだな。チンチャ渓谷に住んでいたチンチャ族はインカ帝国よりも先にいたんだ。紀元1000年から1400年頃まで渓谷を支配してチンチャ王国を築いていたんだぜ。チンチャ王国は中央集権体制の裕福な国だったそうだ。安定した社会を築いていたのね。
インカ帝国とは15世紀末に合併して、3万人の人口を要する国にまで成長したんだな。天気はヨーロッパからの侵略かしら？ああ。ヨーロッパから来た侵略者スペイン人たちは疫病をもたらし、チンチャ族の社会に大打撃を与えたんだぜ。インカ帝国も同じ理由で滅びたって言われているわね。それに加えて、スペイン人たちが持つ武器は高度なものであり、当時のチンチャ族には到底太刀打ちできるものではなかったんだ。ついに、1583年にはチンチャ族は1000世帯を切るほどにまで激減してしまった。1000世帯って数千人くらいよね。ひどい話だわ。チンチャ族が受けたのは人的被害だけじゃない。スペイン人は彼らの墓を荒らしたり、金や価値のある工芸品を盗み、遺骨を壊したり冒涜したりしていったんだぜ。それも頻繁に。頻繁に。この結果、埋葬されていた個人の遺骨もバラバラになってしまったんだ。あ、もしかして、なんとなく察してきたかもしれないな。人骨を串に刺すという行為は墓を荒らされバラバラにされた遺骨を拾い集めて、組み立て直したことから始まった習慣だと言われているんだぜ。呪術でも何でもなかったのね。荒らされ冒涜されたご先祖様の遺骨を元に戻すための作業だったんだわ。串刺しの骨を調査したところ、成人子供の脊椎の骨であることが分かったんだ。ほとんどは一人の遺骨が一本の串に刺されていて、骨の数は不揃い、並べる順番もまちまちだった。つまり最初から意味を持たせて行われた埋葬方法ではないということだな。どういうこと？もともとそのつもりで串に脊椎骨を刺すなら数も完全に揃うはずだし、向きだって綺麗に揃えられるはずなんだぜ。そうね。それができないということは墓荒らしによってめちゃくちゃにされ、紛失した後に、誰かが拾い集めて串に通して組み直したと考える方が自然だな。確かに、そうだわ。特にアンデス先住民の文化では遺体の完全を保つことはかなり重要視されているはずなんだ。それも踏まえて考えると、チンチャ族は荒らされた墓を前に、少しでも完全な形に遺骨を戻そうとしたということになるんだぜ。なんだか胸がキュッとするわね。荒らされた墓を見てチンチャ族の人たちは何を思ったのかしら。こういったことからも、墓や埋葬地における習慣は、そこに住んでいた人たちの文化やアイデンティティを理解する上で、とても大事な要素なんだ。埋葬する、弔うってすごく人間的な行動だものね。現在でも世界各地でお墓の形も埋葬方法も全然違うし。そうなんだぜ。埋葬地の習慣を知り、記録することは古代の人々の人間性を学ぶにおいてすごく大事なことだ。一見不気味な習慣でも背景を知ると悲しい歴史やその人たちなりの考え方が見えてくるものね。古代ローマの地獄の門。最後は古代ローマの地獄の門だぜ。最後の最後に名前が怖すぎるんですけど。地獄の門って何なの？トルコ西部のデニズリというところにあるヒエラポリスの神殿。2000年前に観光客がこぞって訪問した、そこに地獄の門と呼ばれる場所があるんだぜ。神殿に地獄っていいのかしら？ギリシャローマ様式で作られた神殿の下には洞窟があり、そこでは鳥や牡牛などが死んでいくことから、人々は畏敬の念を込めて、地獄の門と呼んだんだ。動物の魂が持っていかれる場所だから地獄の門ってこと？冥界の神プルートにちなんでプルトニウムと名付けられたこの洞窟は、死の息を吹き出していて、近づくと、生贄の動物を先導する聖職者以外のあらゆるものは、生き絶えてしまうと考えられていたんだぜ。死の息ってことは何かヤバい気体が発生しているとかかしら。何が原因かわかってるの？ああ、火山学者らによって構成されている研究チームが、洞窟の奥深くにある地表の亀裂から高濃度の二酸化炭素が吹き出していることを発見したんだ。二酸化炭素が原因だったの？もっと言うかなんちゃらとか一酸化炭素みたいな、すぐに命に関わるものが出てるのかと思ったわ。二酸化炭素だって濃度によっては十分命に関わるんだぜ。洞窟では入り口付近で 4-53% の二酸化炭素が、内部では 91% に達するほどの高濃度だったんだ。それは窒息してしまうわね。ちなみに二酸化炭素濃度は 5% より高くても人間含む哺乳類には有害になりうるんだ。洞窟入り口でもアウトなレベルなのね。7% 以上のところにずっといると発汗やめまい、頻脈になる可能性もあるし、冬場とか締め切ったままだと頭痛がしたり気持ち悪くなったりしたことないか？あるわね。他にもいろんな原因はあるんだけど、寒いからって締め切った人のたくさんいる部屋では、二酸化炭素濃度が必然的に高くなってしまって具合が悪くなることがあるんだ。だから口酸っぱく換気しろって言われるのね。二酸化炭素って人が吐くものだし無害なのかと思ってたわ。二酸化炭素の濃度が高くなって、呼吸つまり酸素の交換がうまく行えなくなると、人は窒息死してしまうんだな。そりゃ二酸化炭素濃度が数十パーセントってレベルの洞窟に入ったら、動物は窒息しない方がおかしいわね。
研究中にも鳥やネズミ、70匹以上の甲虫が死んでいるのを見つけたそうだ。2000年前からずっと危険って地球の凄さを感じるわね。ところで、どうして人は大丈夫なの？調査に入る人はガスマスクとかちゃんとした装備で入っていくからな。いやいや、そうじゃなくて生贄を扇動する聖職者以外の生き物は死んでしまうんでしょ？その聖職者はどうして無事なの？当時はガスマスクなんてないでしょ。なるほど、そういうことか。これは動物との身長の違いによるものだと考えられているぜ。身長の違い？二酸化炭素は酸素よりも比重が重いから地表近くに溜まるという性質があるんだ。つまり、洞窟の上であればあるほど比較的、酸素濃度が高くて二酸化炭素濃度が低いってことだな。呼吸するための鼻孔の位置が比較的、低いか高いかの違いということだぜ。意外と単純な理由だったわ。地獄の門の周りには2013年に発見されたベンチがあったという証拠があるんだ。監修のために作られた劇場のベンチなんだぜ。そこで何を見てるの？生贄を捧げるところか、はたまた動物が洞窟に入って亡くなるところかもしれないな。生贄の儀式をやっていてそれを見ている人がいたというのは理解できるわね。趣味がいいとは思わないけど。ここは世界複合遺産にも登録されている観光地なんだ。ヒエラポリスパムッカレはトルコ西部に位置する温泉地なんだぜ。トルコについて全然知らないからなんだけど、トルコに温泉が湧くイメージなかったわ。日本と同じ火山国だからな。ヒエラポリスは今回紹介した神殿があるところだし、古代ローマ時代に温泉保有地として栄えた都市だ。パムッカレは？温泉水に含まれる石灰分が石灰化して白い鍾乳石の棚ができているんだぜ。世界遺産とか旅行が好きな人は写真くらい見たことあるかもな。今は入浴できないけど以前はその不思議かつ壮麗な景観の中でお湯に浸かれたんだ。歴史的な神殿の廃墟に温泉、綺麗な風景と考古学の風も感じながら、普通に観光が楽しめちゃいそうなところなのね。そういうところから考古学を身近に感じてもらうのもいいかもしれないな。発掘調査って身近じゃないし、博物館も進んで足が向く場所ではないから、そういう人が遥か昔に思いを馳せるにはいい場所だわ。さて、今回は驚くべき世界の考古学的発見ということで5つ話をしてきたな。土の下からそんなに情報が出てくるなんて、何度聞いてもこういう話は不思議よね。それに技術の進歩で前はできなかった調査方法も取れるようになってきて、これからますます面白い発見がありそうじゃない？スキャン技術とかは年々向上してるし、そのうち土地一帯をスキャンできたら、今は建物の下になってしまっていてまだ見つかってない遺跡とか見つかるかもしれない。それは夢のある話ね。いちいち全部掘り返さなくてもいいからコストもかからないし、遠くない未来に実用化しそうではあるわよね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。へえ、今日も、早速、やってくぜ、部屋。今日はやめとこうかな。ちょい、どこ行くの魔理沙。今日は霊夢の頭が疲れ気味みたいだからな。そんなことないってば、教えてほしいことがあるんだから、ここに残って。何を教えてほしいんだ？考古学的発見よ。考古学って本当にロマンあふれる内容ばかりでやめられないのよ。だからやる気マックスってわけ？めんどくさいから味方してくんなよ。まあでもいいや。それなら今日は学者も驚く、考古学的発見4000について解説していくぜ。楽しみ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、最大級の古代地下都市マジアぜ。それじゃあ早速最初からド派手に行くぜ。マリサもノリノリじゃないのよ。よくそれでさっき私のことを死んだ魚のような目で見てくれたわね。今回紹介するのは最大級の古代地下都市マチアテについてだ。これはきっと驚くぞ。古代地下都市ってだけでも嬉しくなってきたわ。どんな場所なのかしら？時は2020年、トルコ南東部の都市マルディンにあるミドヤト地区にて、世界最大級と思われる古代地下都市が発見された。収容人数は約7万人だそうで、現在でも全体の約 3% しか発掘されていないらしい。7万人も収容可能な地下都市、とんでもなく巨大な地下都市じゃないのよ。一体どんな目的でそんなものが作られたのかしら？マティアテはどうやら紀元前2から3世紀頃に建設されたとされているからな。古代ローマ社会で迫害されていたキリスト教信者の隠れ場所、という説が今のところ有力だとされているぜ。だとしてもかなり長い年月をかけて作り続けていないと難しい話だよね。不思議だわ。そもそもの話、実は今回マティアテが発見されたミドヤト地区というのは、すでに歴史的文化財産の宝庫だとして、ユネスコ世界遺産に登録されていたんだよ。どんな場所だったの？あるのはひたすらのどかな田園風景。その中に80個の村と100個以上の教会、
そして70以上の修道院があるんだ。この場所が歴史的文化財産の宝庫だとされる理由は、ミドヤト地区は何千年も前から人々が定住していたんだが、古代アッシリア、ペルシャ、ギリシャやローマ、オスマン帝国などなど、あらゆる国々に支配されていた場所でもあるんだよ。ってことは、ミドヤト地区ってだけで、いろんな国の文化財が出土しているわけね。そんな中、ミドヤト地区を清掃、保全する大規模な作業の機会が設けられたんだ。これが約3年前の話。で、その清掃作業、保全作業をしている最中に見つけてしまったんだよ。洞窟にあった、隠された通路が。これ、見つけた人、ワクワクとドキドキで胸がいっぱいになったでしょうね。なんか、その人の気持ちが伝わってくるようだわ。その後、その隠し通路を掘り進めていくと、次々と部屋やら通路やらトンネルやらが出てきた。中には壁画もあって、当時の様子も少しずつわかるようになってきた。どんなものが見つかって、当時はどんな様子だったの？マルディン博物館館長兼マティアテの発掘責任者でもある、ガニタルカン氏曰く、すでに礼拝堂や井戸、貯蔵用の倉庫などが発見されていて、当時、キリスト教を受け入れた家族、あるいは集団が身を隠すために作った可能性がある、と話していたそうだ。礼拝堂まであるってすごいね。まあでも7万人も収容できる規模だったらありえない話でもないか。それに加えて、ここマティアテで居住していた人は、それほど不憫もしていなかったのではないか、という可能性さえも示唆されているんだよ。そうなの？地下都市ってだけでもすでに住み心地が悪そうに思えるんだけどな。私だったら日の光を浴びたくて我慢できない気がするんだけど、日の当たり場所で生きられるのが一番なんだろうけど、当時のキリスト教信者はそれができなかったんだ。しかし代わりと言っては何なんだが、ここマティアテの敷地内には、なんとワインやオリーブオイル、はたまたコインやランプを製造する設備が整っていたって話なんだよ。ワインとかだけじゃなくて、コインやランプまで、とても信じられないわね。部屋は現在では49室、確認されているらしい。49室？そんな少ない数で7万人も収容できるの？今現在、発掘作業が進んでいるとは言っても、約1万平方メートル程度。推定では地下都市全体は40万平方メートルはあるそうだ。そして現在発見されている部屋の数は、1万平方メートル圏内で発見された数ということだ。つまり、ここからさらに発掘作業が進めば、他の部屋も見つかるはずだ。そして40万平方メートル内に居住できる人間の数を推定して7万人と言ってるんだよ。なるほどねー。ってことは、7万人以上が住んでた可能性も捨てきれないってわけね。あくまで可能性の話、だけどな。ちなみに他にも面白い発見があってだな。キリスト教徒が避難していた場所だと紹介したけど、実はマティアテ内にはユダヤ教の礼拝堂であるシナゴーグも存在していたんだとか、キリスト教とユダヤ教はルーツが同じだと言われているからな。しかも調査を進めていくと、実はここマティアテは1900年もの長い間、途切れることなく使用されていた形跡があるらしい。そんな長い時間、ずーっと使われ続けていたの。ちなみにトルコではこうした地下都市が見つかるのは珍しくはない。実はすでに40以上の複雑な地下都市が発見されているんだよ。まさに地下都市大国ってわけね。しかし、今回発見されたマティアテは今まで発見されたどの地下都市も、霞んでしまうほど規模の大きな地下都市だったというわけだな。正直、ここから今後発掘されてくるものが楽しみで仕方がないぜ。私も楽しみになってきたわ。追加情報が手に入ったら教えてよね。任せとけ。リザードマン像。さて、次に紹介するのは今から7000年前のメソポタミア先史文化の遺跡から発掘された、人の形をした爬虫類型の像、リザードマン像について解説していくぜ。それってまさか、決して、ポケモンに出てくるリザードンではない。言おうと思ったのに、言わせねえよ。畜生。リザードマン像は、1919年にイラク南部に位置する比較的小さな異球、テルアルーバイドから発見された像なんだ。見た目はヘビかトカゲの顔をした人型の像で、世界最古の文化の一つでもあるウバイド文化当時に作られたものだということがわかっている。ウバイド文化って何？ウバイド文化っていうのは、紀元前6500年から紀元前3500年の間に、メソポタミアに実在した戦士文化のことだ。ちなみに余談だけど、戦士文化っていうのは、文字を持たない紀元前3000年以上前の頃の文化を指す言葉で、歴史とは文字を持ち始めた頃の、紀元前3000年から現代に至るまでの時代のことなんだ。とりあえずとんでもなく昔の話ってことはよくわかったわ。で、そのウバイド文化がどう関係しているわけ？さすがの霊夢も都市伝説好きを公言しているのなら、メソポタミア文明くらいはわかるよな。
バカにしないで、さすがの私もそれくらいはわかるわよ。メソポタミア文明って言ったら、都市伝説の宝庫みたいな時代じゃないの。特にメソポタミア文明のシュメール人なんかは謎が多いで有名じゃない。さっき話したウバイド文化っていうのは、実はメソポタミア文明の基礎を作ったとされる文化だとされているんだよ。何それ、どういうことなの？イミジクも今レイムが言ったシュメール人は、メソポタミア文明を大発展させた立役者。しかし実はシュメール文明の前にも、同じ地方で大発展を築いた文化があった。それこそが、ウバイド文化なのさ。ごくり。今から8500年以上も前、ウバイド文化は発展を遂げていった。何でもこの頃から灌漑農業。つまり、自然の雨に頼るのではなく、人工的に水路やため池を作り、創意工夫して収穫量を増やそうとする農業が始まったり、この頃から車輪を使ったり、鉄製の器具なんかも使用され始めた時代だとされている。そんな大昔の頃から今の時代の名残を感じられるようなものを使用されていただなんて、すごいわね。まだまだすごいことはあるんだ。ウバイド人は建築分野においても飛躍的な進化を遂げている。泥レンガを巧みに使用した家屋を作り、舗装された道路まで作っていたんだとか、他にも食品加工の設備工場なども建設していたという歴史があるんだよ。現代にも見られる施設があっただなんて、シュメール文明にも引けを取らないくらいの発展した文明があったのね。そんな場所から発見されたのが、今回の不思議なオブジェクト、リガードマン像なんだよ。1919年、ヘンリー・レジナルド・ホールという考古学者によって発見された。リガードマン像が複数体発見された。あ、一体だけじゃなかったの？実はそうなんだよ。何でも男性バージョンと女性バージョンの2種類の像が出土したらしく、共通しているのは頭に縦長の被り物をしていること、肩にパッドのようなものがついていて肩幅が広く見えること、そして体は人間なのに顔だけが蛇かトカゲのような形をしているんだよ。一体どういう理由で作られたのかしら？文明が発達した場所でそんなものが見つかるなんて、使い道が儀式用くらいしかなさそうなもんだけど、一番に考えられる理由は、やはり霊夢の言う通り儀式用品の可能性だな。しかし、専門家が研究を続けていく中で、儀式用の可能性は低いのではないか、という説が出回っているんだよ。根拠はあるの？実は発見されたリガードマン像はそれぞれが異なるポーズをしているようで、中には赤ん坊を抱いたリガードマン像もあるらしく、その姿はまるで授乳しているかのような姿が書かれていたんだ。ほうほう、それでそれで？そこで気になるのは、リガードマンとは何なのかってことなんだ。実際、気になるだろ？めっちゃ気になるわ。一体ウバイド人にとって、リガードマンはどんな存在だったの？最も考えられる可能性が高いのは、リガードマンはウバイド人が日頃から崇拝していた、神様の姿なのではないかという話だ。そもそもの話、頭が動物で体が人間を模した姿をしている神というのは、エジプトなんかではよく見られる傾向にある。確かに、エジプトの古代遺跡の壁画なんかには、そういう感じの神様を描いているもんね。前提として、そもそも当時は災いをもたらす獣は神の使いである、という思想が世界的に広く用いられていて、偶像化した姿は神が地上に使わした存在として尊ばれていたんだ。つまるところ、この偶像化した姿はそのまま、当時の人々が自然の神秘性、あるいは脅威に対して、動物を擬人化させた姿なのではないかと考えられているのさ。ってことは、リガードマン像も神の使いとして作られた偶像だってこと？その可能性は高いと考えられている。しかし、他にもにわかには信じられないような突拍子もない説もあるんだぜ。へ、どんな説があるの？教えてよ。いわく、地球外生命体、あるいは知的生命体が関わってるのではないか、という説さ。宇宙人が関わってるっていうの？本気で言ってる？しかし、世の中には記録が少ない、あるいは残っていないということから、ある文明が突如歴史に出現することはままある話なんだ。ウバイド文明もその一つ。この文明の歴史を遡ることは難しいとされている。正直、どうしてこの文明ができたのか、そういうことがまだわかっていないんだよ。記録が見つかっていないのね。創作や研究は続けられているものの、現段階では謎に包まれたままだ。そこで浮上してくるのが、第三者が関わっている場合だ。シュメール文明にもこの兆しは見られるが、ウバイド文明にも知恵と技術を与えた第三者がいたのかもしれない。でもそういう考えになることは間違いではないだろうぜ。だって、宇宙人がこの地球に一度も来たことがないなんて、誰かが証明したわけでもないだろうからな。そりゃそうでしょうけど。ロマンは溢れるけどねー。やっぱり記録は争いの最中に消えてしまったか。もしくはまだ見つかっていないだけなのかもしれないって方にかけてみたいわ。
私的にはそっちの方がロマンがあるもの。考古学者も多分、同じ意見だろう。いずれにしても、今後の研究と発掘に期待するしかないな。だね。3、十字軍の剣。お次に紹介する考古学的発見は十字軍の剣だ。イスラエル考古学長、通称 IAA は、今から約900年前のフランス十字軍の騎士が、使っていたとされる剣が発見されたと発表した。十字軍って言ったら、どんなやつだっけ？私、ヘルシングってアニメくらいの知識しかないんだけど。名前程度の知識しかないってことか。了解だ。それじゃあ少しだけ十字軍のことについて解説しよう。お願い。十字軍はもちろん、ヘルシングなどのアニメに登場するだけの架空の団体ではなく、中世の時代に実在したキリスト教の集団だ。しかし布教することが目的のキリスト教徒ではなく、キリスト教徒にとっては重大な聖地である、エルサレムを奪還するために派遣された武装集団なんだ。エルサレム、もしかして、イエス・キリストが処刑された場所じゃなかったっけ？そう。正確に言えば、エルサレムの市街地にあるゴルゴダの丘で処刑されている。まあでも目と鼻の先だもんね。問題になったのは、このエルサレムという場所は敵対する団体、イスラム教徒にとっても譲れない聖地だったんだよ。イスラム教の教祖、ムハンマドがアッラーの啓示を受け、大天使ガブリエルに導かれるまま天国を旅した場所でもある。キリスト教とイスラム教、共に聖地も同じ。問題が起きないはずがないんだ。今日、最初に紹介してくれたマテアテのコーナーでも、キリスト教とイスラム教はルーツが同じだって言ってたわよね。ここでも問題があったわけなんだ。問題は宗教の問題だけじゃない。実は当時、キリスト教を国教にしていた東ローマ帝国の皇帝と、ローマ教皇が権力争いをしていたんだよ。皇帝と教皇って何がどう違うの？皇帝は世俗上のトップ。日本でいうところの総理大臣とかだな。教皇は宗教上のトップって感じだな。この二人が権力争いをしてるんだから、国内は穏やかなわけもない。そりゃそうだねー。そんな時、イスラム教を国教とするトルコ系の勢力が増し、東ローマ帝国に攻め込まれる危険性が浮上してきた。そこでローマ皇帝はローマ教皇に援軍を申請したんだ。まさか、その援軍ってのが、そう、今回出土した十字軍ってわけ。当時、ローマ教皇はこの援軍要請を皮切りに一気に出世しようと目論み、十字軍の編成への力の入れようはすごかったそうだ。ローマ教皇は十字軍への参加は異例の免章と言って、罪の償いを免除するなどと言い放った。加えて聖地エルサレムの解放、という目的を謳い文句に、強力なる進軍を開始したんだよ。歴史の背景を知ると、とんでもなくえげつないことが、当時のヨーロッパでは行われていたわけなのね。十字軍の遠征は200年もの間に7回、あるいは8回行われたと言われている。そして今回発見された十字軍の剣はカルメル海岸沖の海底で見つかったんだ。よくそんな場所に落ちてるものを見つけられたわね。どうやって見つけたの？これが全くの偶然でさ、地元のダイバーが潜水中に見つけたらしいんだよ。とっても運のいい人ね。ダイバーのシュローミカチンさんは、発見した剣をすぐに考古学長に提供した。その後の調査で、剣はもともと海底に埋まっていたものらしいんだが、海流によって表面の砂が流されて今回の発見に至ったらしい。ってことは、潜るタイミングが違っていれば、発見すらされていなかった可能性があるってことなのね。加えて発見された十字軍の剣は堆積物、つまり岩石片や鉱物、生物の死骸や火山噴出物がかぶさっていて、海洋生物に覆われているような状態だったんだよ。おまけに酸素の少ない砂の奥深くに眠っていたことにより、剣自体には目立った欠損もなく、形としてはほぼ完璧な状態で発見されたんだ。すごー。900年間も海底で放置されていたのに大きな欠損がないだなんて、これぞまさしく考古学的大発見よね。っていうか、そんな重大な発見をすぐに専門機関に渡したダイバーさんも何気にすごくない。なんでも一目見た瞬間から何かしらの重要文化財なんじゃないかと思ったらしく、密売業者の手に渡らないように渡したんだとか。素晴らしい対応だわ。発見された剣の刀身は約1メートル。柄の部分は約30センチ。十字軍が所持していた剣であることは間違いないそうだ。で他にわかってることはないの？当時の十字軍の様子とかさ。さすがに発見された剣からだけでは当時の様子はわからない。ただこの発見された剣の長さ的にも一般歩兵が入手できるタイプではないらしく、発見されたカルメル海岸は自然にできた入り江が多く、何世紀にもわたって沿岸部が使用された経緯があるんだ。おそらくだけど、十字軍が聖地エルサレムへの進軍をするにあたり、この海岸から上陸したのではないかと考えられているんだ。おお、
その際に、騎士の一人が剣を落としてしまったわけなのね。と、考えられているぜ。その騎士、めちゃめちゃ怒られたでしょうね。怒られたで済むのか？下手すりゃ命取られかねないぜ。で、他にわかってることはないの？現在は修繕作業を進めていて、とりあえず表面にこびりついた堆積物を取り除く作業に取り掛かっている。実際に十字軍の剣がどのような姿をしていたのか、作業が終わり次第、展示してくれるそうだ。それはめっちゃ楽しみね。続報を期待するわ。ぜひそうしてくれ。4、アストロラーベ。最後に紹介する考古学的なものはアストロラーベだ。アストラ、なんて言った？アストロラーベ。確かに聞き馴染みのない言葉ではあるな。どういうものなのか、見当つくか？そのイントネーションで見当つくのは、鋼の錬金術師の作者、荒川博夢先生が書いた漫画、アルスラーン戦記しか思い浮かばないわ。まあ、当然違うわけなんだ。そりゃそうでしょうね。で、そのなんとかって何なの？アストロラーベ。平面アストロラーベとも呼ばれるそれは、古代の天文学者や占星術師が使用していた天体観測用の機器の名前だ。ただし、一口に天体観測用の機器とは言っても用途は多彩で、太陽、月、惑星、恒星の位置測定、あるいは位置の予測をしたり、太陽の位置から現在の時刻を計算する日時計の役割も果たし、土地の緯度と経度を割り出して測定する現在の測量も可能なんだ。本当にいろんなことができるのね。でも共通して数学的な側面に強い感じなのかな？そうだな。アストロラーベは紀元前2世紀頃に天文学者ヒッパルコスが発明したとされ、イスラム圏にアストロラーベが流れ着いた時、8世紀頃には、いわゆる魔改造されて現在のような多機能性を得たとされている。ってことは、測量できたりし始めるのは紀元前の頃にはできなかったわけなのね。で、そのアストロラーベが今回発掘されたの？いかにも、2012年、スイスの水中考古学者たちは思わぬ歴史財産を目にした。場所はスペイン、ガリシア州ビスケイ湾南部のビベイロイリエ。二人の考古学者兼ダイバーたちが海底で船に搭載するタイプの大砲を発見した。これは16世紀頃のもので、数は2台。1597年に沈没したガリ温泉、サンバルトロメ号のものだと思われた。そして2020年、同じ場所からアストロラーベを発見したんだよ。もしかして、それは大砲と同じ16世紀頃のものだったの？察しがいいな。その通り、2012年に発見された大砲と同じ頃のもの。正確に言えば、1575年から1622年の間に作られたアストロラーベが2020年に発見されたのさ。魔改造を繰り返されたアストロラーベは、18世紀にはすでに公開をするにあたっては必需品だからな。見つかったのは16世紀のものだが、この時点ですでに重宝されていてもおかしくはない。だから大砲と同じ年代の可能性をすぐに疑ったわけなのね。余談だが、発見されたガリシア地方で天体観測機器が発見されるのは今回が初めてらしく、世界規模で見れば今回の発見で108個になったそうだ。108個しかないの？そう考えるととんでもなく少ないわね。しかし、世界で108個も発見されているのなら、今回紹介するアストロラーベは別の場所から発見されたものを紹介してもよかったんだ。けれど、あえてスペインで発見された16世紀のものを紹介した。なぜだと思う？そうするだけの理由があったってことよね？なんでなの？今回、スペインで発見されたアストロラーベは、まさにベスト10に入るくらい保存状態が良かったんだよ。108個あるうちのベスト10。どんだけ綺麗に残ってたのよ。リベイロイリエから引き上げられたのは、ブロンズ製のアストロラーベだった。直径21センチ、重さ 4.92kg のアストロラーベは、ただのアストロラーベではなかった。保存状態が非常に良かったこともそうなんだが、実は手作りの特注品だったことが伺えるそうなんだ。ここに来て、手作りの特注品だった可能性があるの？とんでもないものを掘り出しちゃったわね。特徴的なのは、このアストロラーベは内側が三股に分かれていることなんだ。このことにより、船が嵐に飲まれようともしっかりと掴むことが可能になる。まさに航海をする際に必要な特注品なわけね。でも、それが海底にあるってことは、ここで難破した可能性があるわけなんでしょ？それこそ現在調査していることだそうだ。というと、大砲とアストロラーベは同じ年代のものだった。ただし、同じ年代であっても同じ船のものとは限らない。ただ母船と思われる残骸は見つかっていない。残骸はとっくの昔に砕け散って跡形もなくなっているのかな？あるいは、別の場所にまだ残っているかも。もちろん当時のままの姿で残っている可能性は低いが、残骸の一部がどこかで発見されるかもしれない。その可能性は確かにあるわね。
そこで現在はもっぱら大砲が積まれた貨物船か、あるいは戦艦を探索する方針をとっているそうだ。大砲を積んだ船が見つかれば、アストロラーベが搭載された母船の発見につながると確信しているらしい。もしかしたら、そこでまた新しい109個目のアストロラーベが発見されるかもしれないしね。大砲とアストロラーベが別々の船だとすれば、な。いやー、最後に紹介してくれた内容も面白かったわ。今はどこかに展示されているの？アストロラーベは修復中らしく、現在はガリシア地方の重要な考古学遺産の一つとして、ビゴ湾の海洋博物館に保管されているらしい。展示されるのはもう少し先になるんじゃないかな。もし展示されたら見に行きたいわね。アストロラーベだけなら現在も安く手に入れることはできるぜ。アンティークの置物としても十分映えるから、気になる人は検索してみるといい。そうなの。じゃあ見てみようかしら。そうしてくれ。今回は学者も驚く、考古学的発見4000について紹介したけど、どうだった？深掘りしながら解説したけど、楽しんでもらえたか？やっぱり考古学ってロマンの塊ね。実際に最前線で研究してる人たちの苦労は計り知れないけど、ネットサーフィンはいつまでしてても飽きないもん。あらゆる説や考察が飛び交ってることが、逆に知的好奇心をくすぐるよな。それに今後の発見次第では当時の様子が手に取るようにわかるんだ。それが楽しみで仕方ないんだよな。いつか、私たちの時代もそんな風に思われる時が来るのかな？可能性は大いにあるぜ。それはそれで見てみたいわね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。むむ、どうしたんだ霊夢。いやーね、いわゆる謎多き遺跡みたいな場所に行ってみたいんだけど、そういうのって海外ばっかりでしょ。もうちょっと手軽に行けないかしら。ほう、そういうことなら日本国内の遺跡に行けばいいんだぜ。日本の遺跡？でもお城とか世界遺産になってる遺跡とかってきちんと整備されているから謎多きってイメージじゃないわ。ちっちっち、日本にもまだまだ謎が多くて調査中の遺跡もたくさんあるんだ。そうなの？よし、じゃあ今回は未だ解明されない日本の考古学的発見6000を紹介して、霊夢の旅行先を提案するぜ。6個も？楽しみね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、日本最古の天守台。まず最初に紹介するのは、日本の歴史を変えるかもしれない岐阜城で見つかった日本最古の天守台だぜ。日本最古っていうのも気になるけど、天守台って何なの？天守閣とは違うの？そもそも天守閣と天守が同じ城という意味で、天守台はその天守を築くための土台として、石垣を組むなど周りよりも高くしたような場所を指すんだ。お城の土台のことなのね。ああ。で、今回紹介する岐阜城にある天守台は織田信長が築いた日本最古のものじゃないか？と言われているんだが、日本の城は作られた年代がはっきりしないものが多く、未だに研究が続いている。戦国時代に作られてたら記録が残ってないこともあるでしょうね。城主もコロコロ変わるからな。ちなみに信長は岐阜城の城主だったの？ああ、歴代で22人いた城主の一人なんだ。1567年、信長は当時稲葉という地名だった岐阜に侵攻して稲葉山城、つまり今の岐阜城を奪取した。その後岐阜城は1601年に徳川家康によって廃城されたが、江戸中期に書かれた稲葉城主の図という絵図にはまだ石垣がたくさん書かれていたんだぜ。そして明治になって1910年には天守が復元された。この時、古い天守台は全て破壊したはずだったんだ。明治時代に壊したはずだったのね。その後、城のある金華山の山頂付近の調査はなかなか進まなかったが、2019年の末、山頂にある天守の下から、信長時代の天守台の石垣が発見された。さらに2020年になるとその石垣の下にもう一段追加で石垣が見つかっているんだ。思ったよりも最近の話ね。だからこそ、まだ信長時代のものだと完全には証明されずに調査が続いている。でも、石垣が戦国時代に整地された地層のすぐ上にあることや、石の積み方が後世のものと異なること、石材の隙間に詰めるまずめ石が見つかったことから、やはり信長時代のものである可能性が高く、もしその時代のものと証明されれば日本最古の天守台になるんだぜ。すごいわ。海を越えなくてもそういう場所があるのね。もし最古でも最古じゃなくても見に行ってみたいわ。この石垣についてはまだ調査中だが、運が良ければ発掘作業の様子を見ることもできる。岐阜城自体は整備された観光地で資料館もあるから、今度行ってみるか？行きましょ行きましょ。2、金山巨石群。お次に紹介するのは、世界の暦に関する常識を変えかねない縄文時代の遺跡、金山巨石群だ。
岐阜県下呂市にある岩屋ダムの下流にあるこの金山巨石群は、縄文時代の史跡である岩屋岩影遺跡を含む3カ所の巨石群の総称なんだ。巨石群ってことは、大きい石がゴロゴロしてるの？石の中には9メートルもの高さがあるものもあるんだぜ。でっか。これを縄文時代の人が運んだかもしれないっていうから驚きだよな。ギザのピラミッドと同じくらいの時代よね。この時代の人ってすごいのね。紀元前の技術は謎とロマンの宝庫だぜ。金山巨石群は昭和40年代に地域の史跡として指定されている。そして平成に入ってから行われた発掘調査で、縄文時代から江戸時代の遺物が出土したんだ。さらに1997年には、民間の研究者がこの巨石が天体観測に使われていた可能性を指摘している。平成に入ってからなのね。何かきっかけはあったの？岩の表面に人が掘ったような線状の跡があったんだ。まだ確実に証明されたわけではないが、この跡と太陽の光をカレンダーとして利用していたんじゃないかと言われているんだぜ。日時計みたいに？そんな感じだな。そしてこの岩からわかる日付は縄文時代とは思えないほど正確なんだ。春分、夏至、秋分、冬至がわかるのはもちろん、うるう年の正確さは、日本の歴史を変えるほどだぜ。ん？どういうこと？今世界で使われている暦は太陽暦の中でもグレゴリオ暦といって、これは1582年に、当時使っていたユリウス暦を、うるう年をより正確な位置に置くように修正してできた暦なんだ。ちなみに日本でグレゴリオ暦が使われ出したのは1873年とされているぜ。え、つまり、うるう年が正確ってことは、そう。金山巨石群は、縄文時代の日本でグレゴリオ暦が使われていた可能性を示しているんだぜ。3000年以上も歴史を変えかねない大発見なのね。すごいだろ？古代日本には太陽暦がなかったという歴史の常識が変わることになるんだ。とはいえ、そもそもこの巨石群がいつどうやってできたものかわからないし、地震なんかの自然現象で岩が並んだだけだという説もあるんだけどな。縄文時代のことなんてわからないことだらけよね。でも、いつかカレンダーが使われていたって証明されるといいわね。この巨石群の近くには太陽カレンダーシミュレーター再現館という、巨石による暦の読み取り方を学べる施設もある。機会があれば行ってみたいよな。縄文時代の文明を感じられそうね。3. セイファーウタキ。お次は沖縄県南城市にある琉球王国の世界遺産、セイファーウタキを紹介するぜ。世界遺産なの？名前がいかにも沖縄ね。でもどんな場所か想像できないわ。セイファーウタキは15、6世紀の琉球王国のウタキなんだが、そもそもウタキとは、琉球王国で祭祀が執り行われていた聖地の総称だ。各地のウタキに共通する特徴として、目印としての石や貝が置いてある他に人工物が置かれていないことが挙げられるな。建物もないの？そうだ。神聖な祭祀をする場所といったら社殿や派手な装飾があるイメージかもしれないが、ウタキは森の空間や泉、川、島といった自然そのものなんだぜ。中には鳥居が立つウタキもあるが、それは明治になってから作られたものだ。自然を神聖なものとして崇拝していたのね。沖縄の文化が伺えるよな。そしてそういった数あるウタキの中でも、セイファーウタキは琉球王国最高の聖地なんだぜ。そもそもセイファが最高位という意味だしな。だから世界遺産なのね。どんな特徴があるの？敷地内には6つのイビと呼ばれる神域があり、それぞれに右岸樹、つまり神に祈る場所の目印となる巨石が置かれているんだ。また巨石？やっぱりインパクトがあるからな。そしてそんなイビの中でも、ウフグイ、ユインチ、サングイの3カ所は、首里城にある部屋と同じ名前なんだぜ。なるほど、首里城とも関係していたのね。特に最も奥まったところにあるサングイには、3つの右岸樹が集中しており、最も格式の高い廃所である蝶の花がある。そこには琉球神話の最高神であり、琉球王国の創生神でもある、奄美清が降臨するとされている。琉球の神様は知らなかったわ。琉球王国には独自の神話があり、奄美清は天帝から命じられて、土や石、草、木などから、沖縄の島々を作ったと伝えられているぜ。奄美清によって作られた聖地のうち7つは琉球海別7ウタキとされていて、セイファーウタキもその一つだ。とにかく神聖な場所だってことは分かったわ。現地でもっといろいろ知りたいけど観光ってできるの？今は男女問わず観光できるぜ。何それ？実はウタキは男子禁制の聖地だったんだ。女人禁制の場所はよくあるけど男子禁制の場所もあるのね。今ではなくなった感覚だけど昔はそういう場所もあったからな。ちなみに男子禁制になった経緯だが、その昔琉球王国では神官が全員女性だった。ウタキで行われる祭事はこの女性神官が行い、その中でも特に最高位の聞こえ大気味ともなると、
王家の女性しかつくことができないんだ。なるほどねー。この聞こえ大気味の就任の儀式であるおわら織はセーファー御嶽で行われていた。この儀式は2日間にわたって執り行われ、準備期間は数ヶ月にも及ぶ、琉球王国最大の儀式だったんだぜ。ちなみに儀式に参加する際、国王は女装していたらしいな。男子禁制の文化を徹底していたのね。そういう歴史のある神聖な世界遺産だからこそ、観光の前には現地のルールやマナーをよく調べるんだぞ。実際に御嶽では観光客のマナーが問題視され、男子禁制の再開も検討されているほどなんだ。そんな悲しい理由でルールが変わらないよう、本当に気をつけたいわね。4. 新薬師寺金堂跡。お次は発見当時に世紀の大発見だと騒がれた奈良時代のお寺の跡地、新薬師寺金堂跡だぜ。2008年に奈良県奈良市にある奈良教育大学の校内で発掘されたこの遺跡だが、驚くべきはその大きさ。東西54メートル、南北27メートル、高さは推定30メートルを誇るその大きさは、あの東大寺の大仏殿並みで、これは平城京の中心である大極殿の大きさを超えるんだ。めちゃくちゃ大きいのね。でも薬師寺とどう違うの？確かに名前は似ているけど、それは同じ仏を祀っているからだ。どちらも病の回復をご利益とする薬師如来を祀っていて、薬師寺は天武天皇が妻である持統天皇の回復を、新薬師寺は光明皇后が夫である聖武天皇の回復を、それぞれ願って建てられているんだ。ちなみに新薬師寺の神は霊源新たかという意味らしい。どっちも大切な人の病気を治すために建てられたのね。そういうことだ。さらに当時は、建てる建造物の大きさによってその時代の天皇家の力の強さが測られる。これだけ巨大な新薬師寺だ。建てた光明皇后の力はさぞ強大だったんだろうな。そういうこともわかるのね。私もいつか大きい建物を建ててみたいわ。古墳でいいか？生きてるうちにお願いしたいんだけど。というか、権力の強さを示すために重要なのは何も建物の大きさだけじゃないんだ。建てられた場所の地形も重要だぜ。地形？新薬師寺は、現在の奈良教育大学の敷地内でも崖の上の一段高い場所に建てられている。東大寺の大仏殿と同様に、階段を登った先にあるんだ。さらにはその近隣にあり有名な興福寺や元郷寺を見下ろすような位置にある、新薬師寺が平城京の中でいかに目立っていたか想像できるよな。登ってみると気持ちよさそうね。新薬師寺は建立後、雷や台風などの自然災害により敷地を縮小したことがわかっている。最盛期はもっと壮大だったかもしれないな。ただでさえ大きいのにすごいわね。ここは観光に行けるの？行けるぜ。本堂では、本尊である薬師如来像を囲むように立つ12体の仏像を見学できる。薬師寺よりも静かな観光地になっているから、興味があればぜひ行ってみてくれ。落ち着いて参拝できそうね。5. 九州に広がる神戸石。次に紹介するのは九州に広がる謎の遺跡、神戸石だぜ。これは九州地方から瀬戸内地方にかけての山で発見された石を並べてできた列石遺跡の総称で、現在では北部九州の10カ所、瀬戸内海沿い付近の6カ所の遺跡が神戸石として認定されている。一つの遺跡の名前じゃないのね。ああ。最初に神戸石として認定されたのは福岡県久留米市にある高良山神戸石。この神戸石が初めて学会に発表されたのは1898年で、この時は神聖な地である霊域を石で囲んだ遺跡として紹介されたんだぜ。今ではこのような霊域とは無関係で、城を囲っていた城郭だという説が有力だけどな。その発表以来、各地にある同じ特徴を持つ遺跡が神戸石と呼ばれているんだ。どんな特徴があるの？神戸石は岩を割って人工的に作られた切石と呼ばれる石が積まれてできている。切石の一辺は約70センチ。その切石が数キロメートルにもわたってぐるりと囲むように並んでいるんだぜ。大きいわね。でも縄文や水門は見つかっているが、囲まれた部分の中にこれといった建物の跡は見つかっていない。でもどうして九州にそんな遺跡が集中してるのかしら？誰がいつそんなことを？実は神戸石については、7世紀あたりに作られたのだろうと推測されている以外に、詳しいことは何もわかってないんだ。そうなの。ちなみに7世紀にできたとされる根拠だが、大野城石などの神戸石に似た構造の遺跡が7世紀に朝鮮半島の百済人の指導で築かれたこと、また須益という5世紀頃の土器の破片が見つかったことなんかが挙げられるな。ただ、福岡県宮山市にある曽山神戸石は、さらに古い邪馬台国の跡地じゃないかとも言われているんだぜ。邪馬台国って卑弥呼の？邪馬台国のあった場所については以前から近畿だという説と九州だという説があり、曽山神戸石のある場所はちょうど九州説の噂が立った場所なんだな。
確かに邪馬台国くらいの権力があれば、こんなにたくさんの石でも詰めちゃいそうよ。何かを祀っていたのか、大陸からの侵攻に備えたのか、はたまた天候を知るための観測所だったのか、まだまだ謎が残る考古石の今後の研究に期待だな。6. 石の遺跡。最後に紹介するのは発見から約500年、未だに調査が進まない謎の遺跡、石の遺跡だぜ。東京と小笠原諸島の父島から約 200km 離れた北硫黄島にあるこの遺跡は、1世紀頃のものと推定されている。小笠原諸島の過去、ひいては太平洋における人類の奇跡を知るために、重要な遺跡と考えられているが、未だに調査が進んでいないんだ。人類の奇跡なんて壮大ね。でもどうして調査が進まないの？その説明をするためにも、まずは石の遺跡の発見の経緯を紹介しよう。石の遺跡がある北硫黄島が発見されたのは1543年。スペイン船の3、3号が見つけたんだ。3つの島からなる火山列島をなす北硫黄島は発見された時点でもうすでに無人島だったが、1899年から日本人の移住と開拓が始まったぜ。明治時代から人が住み始めたのね。そして1920年、現地に駐在していた警察官が、サトウキビ畑の中からある石器を発見したんだが、これが大発見だったんだ。ある石器？それは魔性石器。魔性石器は新石器時代を代表する道具で、古くはオーストリアで6万5000年以上前に、日本では3万年から3万8000年くらい前に使われていた石器なんだ。すっごく古いのね。ほんと大発見じゃない。警察官が見つけた魔性石器でできた3つの石符に関心を寄せた研究者は、北硫黄島の調査をした。そして1991年の調査でようやく石の村の裏手にある斜面に、巨石や素焼きの土器、貝のかけらが散乱した遺跡が発見され石の遺跡と名付けられた。島への移住が始まってから遺跡が発見されるまで100年近くかかったのね。当然研究者は遺跡の調査を進める。でも不思議なことに、石の遺跡からは魔性石器が見つからなかったんだぜ。島の中からは見つかったのに遺跡にはなかったの？妙だろ？同じ小笠原諸島の父島や伊豆諸島の八丈島からも見つかっているのに、なぜか石の遺跡の中にはないんだ。よし、もっと調査しちゃいましょ。当然そのつもりだった。東京都教育委員会は1993年から2年かけて、遺跡や例のサトウキビ畑の調査を進めるために調査隊を派遣した。しかし調査の途中で隊員2名が行方不明となり、後日水中で遺体となって発見されるという、痛ましい事故が起きたんだぜ。そんなことが、もちろん調査は中止。それ以降現在に至るまで、石の遺跡の詳しい調査は行われていない。そういうことなら仕方がないけど、今の技術できちんと安全を確保して、またいつか調査してほしいわね。石の遺跡がどこからやってきた人々によって作られたのかは、未だ解明されていないんだ。オセアニアと沖縄、そして日本本土からの文化的な影響も噂されている石の遺跡の調査が進めば、人類の歴史が変わるかもしれないんだぜ。最後にふさわしい謎たっぷりな場所ね。ほんと、調査が進まないとわからないことだらけだな。新しい文化が見つかるかもしれないし楽しみだわ。今回は未だ解明されない日本の考古学的発見6選を解説したが、どうだ？行ってみたい場所は見つかったか？全部行ってみたいけど、最後の石の遺跡って観光できるの？小笠原諸島よね？遺跡のある北硫黄島含め硫黄島への民間人の立ち入りは現在は禁止されている。でもクルーズ船や豪華客船に乗って島を眺めるツアーは定期的に行われているみたいだから、調べてみてくれ。気持ち良さそうね。今から調べるわ。それじゃあ一旦動画を締めるか。もっと紹介してほしい考古学的発見がある。という人はコメントで教えてほしいんだぜ。今回の動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の動画を楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれると動画作成の励みになるぜ。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。